皆さんこんにちは。論文本試験に向けた学習切り替え法、企業法を担当いたします、テク専任講師の森村です。それではですね、持ち時間20分しかありませんので手短にお話しさせていただきます。まずは、論文式試験の評価基準というところからですね。でこれは金融庁の方から試験員の先生から発表されている、そのこういう答案を書いてほしいというそういう基準ですね。で読んでみますと、論文式試験は公認会計士になろうとする者に必要な学識及び応用能力を最終的に判定する試験とすべく、特に受験者が思考力、判断力、応用能力、論述力等を有するかどうかに評価の重点を置くというふうに、書いてあります。つまり、必要なものは学識がまず要求されます。まあ、試験ですからそれは当然ですね。でもう一つが応用能力。応用能力って具体的に言うと思考力、判断力、応用能力と言われているもの、そして当然それを最後に回答用紙にまとめなきゃいけませんから論述力ということになります。でこのまず学識というのは何かというと、これは何を書くかという答案、論文式で聞かれますので何を書くかというその内容についてのお話ですね。企業法というのは担当式試験と論文式試験でそのアウトプットの内容というのが全く異なってきているわけですよね。担当式では単に丸×をつけるというそれだけのことなんですけれども、論文式試験においては、約、大問1問について1000字、それを2問書いてこなきゃいけない。今はまあ小問形式になっていることが多いので、実際上はまあ500字ぐらいを、4問とかですね、それぐらいの分量を実際に書かなきゃいけないということになります。その前提としてまず何を書くかの内容、学識というものが必要になってきます。この学識というものはさらにそれを細かく、ちょっと細かくお話ししますと、知識プラス理解ということになります。知識というのは知っているということ、それだけでは足りなくて分かっているということを示さなきゃいけないわけです。でそれをどういう形で示すかというと、企業法の論文試験問題はおおむね制度説明型問題と論点型問題に分けることができます。まあ、両者の中間的な形態もあるんですけども、大体この2つに分かれるというふうに考えてもらっていいです。で制度説明型問題というのは何かというと、条文の文言の解釈に争いのないところが出ます。今日時間あったら見たいんですけども、令和元年の第2問の問1の問題なんかがそうですよね。で具体的にはどういうような答案構成になるかというと、制度説明型問題はここですよね。まず、まあ、大きくは本来2部構成に分かれまして、総論と各論でして、で総論というのは、なぜその問題、そのテーマというのを試験員の先生が出題したのか、それがちゃんと私は分かってますよってことを示すっていうのが、この総論部分ということになってきます。そしてその上でその必要とされる条文というのがですね、大体3つないし5つぐらいの条文というのを探し出さなきゃいけません。その探し出した条文というものをそのまま書いたのでは長さ的に回答用紙に収まりきりませんので、それを要約してですね、それを要約して条文を書いて、そしてその条文の趣旨を短く1行でいいですから書いていく。条文趣旨、条文趣旨っていうのを、これを3つないし5つ繰り返すってことになりますね。でただ現在ではですね、この総論というのはなかなかその小問形式で出るのでほとんど書けないことが多いです。分量的に無理ということがあります。そこで、その試験員がなぜその問題を、そのテーマを出したかという問題意識を、これを趣旨の中に書いていくということになりますね。であるいはこの条文というものをですね、単に羅列するのではなくて、例えば例外を聞かれているのであればちゃんと原則から書いて、原則の趣旨を書いて例外の趣旨を書くっていうような、そういうふうなこう一つのまとまり、単なる羅列に終わらせないっていうのも大事なところになってきます。これが制度説明型問題の、その学識の、まあ、簡単な具体的な内容ですよね。じゃあもう一つの出題形式である論点型問題というのはどういうものかというと、これは条文の文言の解釈に争いがあるということです。取締役がこういう行為をしました、それが有効ですか無効ですかとか、あるいは損害賠償請求ができますかできませんかというような形で聞かれるのが典型例ですね。でそのような論点型問題の場合には、三部構成になります。でこれも行数がしっかりあればですね、この形でまず問題提起、事例から条文に持っていきます。事例から条文に持ってきて、その条文本文ではこの条文の特にこの文言、この言葉の解釈が問題になるんだという形で、これから述べていくテーマというのを書くわけですね。
そして次が規範定律というパートになるんですけど、これがメインということになります。で、条文については、例えばそれが有効な、その行為が有効なのか無効なのか、それは何条のこの文言をどう解釈するかに関わってくると。で、フルに書くのであれば、まず反対説を書いていただいて、そして反対説を批判して、反対説はこういう、それを有効だと解している説があるけれども、それはとんでもないっていうのを批判をして、そして自説はそれは無効であると解する。その理由はこうであるっていうふうに書くわけですね。で、条文の解釈というのは別に、そのあらかじめ一つの答えが結論があるわけではありませんから、学者の先生によってまちまちバラバラの結論が出てます。で、そのうちのどれを自分はいいと思うかなっていうのを、その理由を書いてもらうわけですね。そして、問題文は今ほとんど事例問題で出ますから、その事例問題の解決という形で当てはめ結論を書いてくる。これがまあ理想的なパターンですね。ただ今はですね、やはりこの反対説をなかなか書いている行数の余裕はないことが多いです。そして、さらに行数が短くなりますと、問題提起と規範定律を一緒に書いたり、あるいはもう問題提起を省略してしまったりっていうこともあります。で、さらには規範定律と、場合によってはその規範定律で条文の解釈が、まあ、ほとんど解釈しなくてもいい場合があります。その場合には当てはめが重視されるので、今度は、規範定律と当てはめを一緒のパートで書くっていうこともあります。まあ、そういうもちろんバリエーションはあるんですけども、基本はやはりこの問題提起、規範定律、そして当てはめ結論という三部構成になるということなので、インプットの段階ではぜひこれは身につけて、型をしっかり身につけていただきたいというふうに思います。で、戻りまして、こういう形で学識というものを身につけていただくわけですね。で、それだけでは足りなくて、むしろ大事なのがその後に出てくる思考力、判断力、応用能力ということになってきます。この思考力、判断力、応用能力というのは何かというと、今身につけたこういった学識というものを、それを問題に対する回答として表現する。問題に対する回答として表現するというところが大事ですよね。いくらその書いてある内容が正しくても、いわゆる論ずれ、問われてないことを書いてしまったのでは、全く点数が来ないということになってしまうわけですよね。じゃあそのような形で、その学識を問題に対する表現として、理解する、表現するためには何が必要かということなんですけれども、これはその試験当日に、どういうような作業をするかっていう、そこから遡って考えてみると、必要な能力というのが、要求される能力というのが分かってきます。まあ、ちょっと時間がないのであらかじめ書きますと、この思考力、判断力、これ3つに分かれるんですよね。まあ、いわゆる応用能力というのをさらに具体的に、近頃というか、まあ、その企業法の問題形式に即して考えてみると、一つ目が問題文の解析力です。その問題文を読んでですね、結構長めの事例問題が出ますから、その事例を読んで何を書いて何を書かないかという、その採点ポイントを、そこからですね、導き出すという能力が必要になってきます。で、次にその採点ポイントが例えば10個出てきたと、その10個をどの順番で書くのか、あるいは10個も書けないっていうんだったら、例えば7つしか書けないんだったら、その7つをどうやって選ぶかっていうことですよね。何を書き、何を書かないか、どの順番で書くか、どれぐらいの分量で書くか、これが答案構成力ということになります。そしてさらにはそれを実際に答案に書いてくるということで、まあ論述力ですけども、その論述は答案作成力というふうに言い換えてもいいですよね。で、それを本試験でじゃあどういう形でやってくるかというと、それが皆さんこれからこういうふうな試験を受けます。まず問題文、本試験では問題文と条文が、試験用法文が、参考法規集とも言いますけど、それが与えられます。で、条文、問題文見てすぐ回答をいきなり書くって人はいませんよね。回答はだいたい30行大問1問30行で約1000字書けます。今はまあその30行が10字と10行と20行とか15行と15行とかっていう形で小問2つに分かれてる。だから合計小問4つを書いてくるっていう形ですよね。で、問題文からいきなり回答を書く人はいない。じゃあ何をするんだというと、問題文と条文を使って
答案構成というのをすることになります。でこれはまあ短い人で1問につき、大問1問につき、だから小問2つについて15分から、長い人で30分ぐらい使ったりしますよね。だから大問1問1時間中15分から30分は答案構成という形になります。で答案構成、具体的に言うと問題文を解析しまして、でその中からキーワード、問題文解析ってね、要するにもあの問題文の中からその法律的な問題点を探し出すということですよね。問題文事例で出てますから。でその中を読み取っていきますと、いわゆるポジティブリスト、ネガティブリスト、これは書きなさい、これは書いちゃいけませんよということが、書かれてますから、そういうキーワードを見つけ出して、そして論点、ここの論点はイエスノーで答えられる点という意味じゃなくて採点ポイントを探し出す、それが10個ありますと。そこから7個例えば選択します。でどれを書いてどれを書かずにどの順番で書くかというのは整理する、それをが答案構成というものですよね。でその答案構成ができたら、そこから回答を導き出すということになります。つまり、この左の斜め下のラインが問題文の解析力と答案構成力、問題文の解析力と答案構成力、そしてこの左、右側のこの斜め上の矢印が答案作成力ということになるわけですよね。そしてじゃあそれを具体的にどうやって身につけるかというと、やっぱり一番いいのはそのテキストベースでもちろんいいんですけども、どうせそのこういう形で答案表現してくるわけですから、だったら問題集使った方がいいんじゃないかということですね。でレックでも、90問以上の問題集、今いくつあったかな、99問理論問題集入ってるんですよね。でそれを見ていただいたら、まず問題文読んでも、昔はね自分で回答を作れなんて時代もありましたけども、回答例をすぐ読んでいただいて、そしてただですね、この答案構成、これはあの講義を聞いていただくと、そのお付けしている答案もたくさんあるんですけれども、これやっぱり自作をね、できればこの自作をして、その回答例がどういう構造になっているかというのを、そこで、答案構成することでしっかり理解していただきたいと思います。そして答案構成をしたら、あるいはまあついている答案構成を使ってですね、すぐに問題読んで回答読んで答案構成読んで、その答案構成から回答例が浮かぶかどうかですね、答案構成から逆に回答例がこう浮かぶかどうか、つまり答案構成を作るということで回答例のミニテスト化ができるわけですよね。そして最後にですね、問題文を読んで、そして答案構成が浮かんでくるか、この1、2、3、4というこういうサイクルを回していただきたい。でこの2が圧倒的に大事なんですけどね。で最後の4というのは結局問題文から答案構成を作るというこの左斜め下の線、これの練習ってことになるわけですね。でその素材としまして、レックではですね、レックでは今こういう講座があります。で基本的にはですね、このまず最後にね、最後にそのたどり着くって言いましょうか、その、ここまでは、これはまあマストと言いましょうかね、ぜひ、インプット素材としても使っていただきたいのが論文グレードアップ答練ですね。まあ、実際には答案をこれ20問プラス2問書いていただきたいんですけどね。で、まあ、これでも多いと、22問も多いっていう方は、まあ、組織再編はさすがにどうですかね、去年も出て一昨年も出てさらに今年出るっていうのは若干考えにくいかなと、分かりませんよもちろんね、3年連続出ちゃいましたとかあるかもしれませんけど、それはまあ除いていいんじゃないかなと。じゃあ他の分野で何か省けるところあるかっていうと、だって設立省けないでしょ。で、あと資金調達危ないですよね、新株発行の差し止めとか無効とかすごい危ないですよね。あと計算も、だって違法配当絡みはやっとかなきゃまずいですよね。おいで、あと何があります？計算と、あとまあ株式と期間はまあ毎年出てもおかしくないですよね。そうすると、だからあんまり今年はだから分野的にここやらなくていいよっていう言えるような分野がないんですよね。まあまあ何にしろとにかくこの、20問ぐらいか18問ぐらいになると思いますけども、それはやっぱりやっといた方がいいと。これがだから最終的な目標にしてください。で、大体まあ本試験のレベルのですね、難易度の問題、傾向の問題、形式的にも似せて作ってますので、感触を味わうというか体験する意味でもいいんじゃないかと思います。で割とよく当たってます。
ここ3年ぐらい、小問4問中2問以上は当たってますね。去年は小問4問のうち3問がほぼそのままこの東連から出た問題から出てますのでね、ここはぜひやっといていただきたいと思います。で、問題はまあいきなり東連受けるって言ってもこれ書けませんので、じゃあ何をインプットの素材として使うかというと、まあ普通はこの論文グレードアップ講座を聞いてくださいっていうことになるんですけれども、これはその問題集、理論問題集99問やってる、99問載ってる中で、それでまあ近年の出題傾向からまあここら辺なくていいなっていうのは省いてますので、約70問やってます。で、さらにですね、この講義収録した後で本試験が実施されましたので、だから講義の中ではですね、例えば去年出ました利益相反取引とか、あとは先端的行為っていうのは講義はやってますよね。確かやってるんですよね。やってるんですよ。ただまあそういうところも省いてもらえばいいから、だからまあ60問ぐらいになるかなとは思います。まあそれでもちょっと10コマ聞くのは多すぎるっていう方は、この圧縮講座ですよね。圧縮講座を聞いていただければ、こっちは約25問で、こっち3コマですからね。たった3コマで、まあ最低限必要なインプットというのは済ませることができると思います。で、まあ、これを、このどっちか聞いて、それで、論文グレードアップ東連。これが、まあ、従来からの、まあ、その、勉強の方法だったんですけどね。ただですね、やはりこの講義っていうのは、その、まあ、論文本試験がやたら難しいですからね。それよりは、優しめの問題を、理論問題集っていうのは99問入れてあるんですけども、それでも難しいっていう方がたくさんいらっしゃいましたので、そこでですね、今、こう、推してる教材がこれです。論文プレ東連です。で、これは小問ベースで80問の分量。で、これもですね、そのベースというのは理論問題集です。で、その理論問題集は穴埋めの形で、こう問題化してますので、担当式とですね、インプット素材として、東連って書いてますけども、インプット素材として担当式の知識から無理なくステップアップできるんじゃないかと思います。なので、まあ、これを解いていただいて、まあ、本当言うとこれ解いていただいて、その後で講義聞いてもらってっていうのが、通常のルートなんでしょうけど、今年はその本試験までこの発表から担当の発表からですね、本試験論文本試験まで期間が短いですので、もういきなりですね、この後、その東連の問題を解いてもらうっていう手もあると言いましょうか、まあ、時間的にそうせざるを得ないんじゃないかっていうふうには思いますね。で、あとは、論文過去問レビュー講座っていうのがありまして、3時間3コマで直近10年間の20問の問題を解説しています。で、これについてはですね、もう敵を知るという意味では本当はこう流し見でもいいから見といてほしいものではありますけども、やっぱ本試験ですからね、しかも最新の本試験ですから、これめちゃくちゃ難しいんですよ。なので、まあその見ろとは言いませんけれども、ただやっぱりその答案構成、失礼、問題解析力とかね、問題文の解析力とか、あるいは答案構成力という、特にこの2つを養う上ではですね、本試験ってどのレベルの問題文の解析力、答案構成力が必要なのかって知る上では、この過去問、論文過去問レビューというのは非常に、役に立つのではないかというふうには考えております。はい。で、今日論文の過去問も実際、去年の問題をお付けしてますけども、まあ、時間がもう全然ないので解説なんかできないですけども、具体的に例えばだから、そのちょっとだけやってみましょうか。若干時間延長してもいいかなって言っててあれですけどね、まあ、これがだから典型的なその論点型問題の問題文なわけですよ。ちょっとここだけ読んでみますね。ここだけ、公株式会社は、取締役会設置会社であり監査役設置会社であると。オツ株式会社は、公会社の代表取締役への配合者である B を唯一の取締役とする会社であり、A はオツ会社の発行済み株式のすべてを保有している。A は独断で、公会社の所有する土地、公会社の総資産額の 5% に相当する資産にあたる、これを時価を大幅に下回る価格でオツ会社に売却する契約を締結した。オツ会社はこれらの事情を知らない第三者に本件土地を転売したって、こういう事例ですよね。で、問題はこの問題を読んで、まあ、さっきお話しましたように、これ答案構成する段階でですね、これを読んで、何条の問題なんだってことにまず気づかなきゃいけないですよね。で、それを気づくためには、この今読んだ中からキーワードを見つけなきゃいけないわけですよ。もう本当に時間ないので、すいません、ちょっとこれもう料理番組みたいにこう出来上がったのをちょっとこれ映しちゃいますけどね、
こういうとこなんですよ。こういうところに気づくってことですよね。で、こういうところに気づいていただきますとですね、気づいていただきますと、そうすると次の答案構成の段階で、ちょっと早いですよね。早いんですけどね、もう時間がね、実は来ちゃったんですよ。時間が来ちゃいましてですね。で、答案構成の段階で、あ、これは重要な財産の処分なのに取締役会決議を経てない場合だなと、あるいは利益相反取引の直接取引を該当するのに取締役会の承認を得てない場合だなっていうのが出てくるわけですよね。つまり条文に規定されている要件を満たしてないですね。じゃあそのようなどっちにも該当する契約の効力はどうですかと。これまあ実際にね、これ問題文読むと確かに両方に該当するんですけれども、で、私もだから本試験去年の解説でこれ両方ともに該当しますので、どうしましょう、どっちでいきましょうっていうふうにお話ししたんです。そしたら試験委員の先生はこれ両方書けっていうような主題の趣旨を発表されてましたけども、まあ実際にこれなかなか両方は書きにくいと思いますのでね、まあ、今日お付けしたこのお配りした模範答案にはこれ無理やり両方入れてますけども、実際には本試験でどっちか一方書いてもらえばそれで十分合格答案ということになりましたよね。で、さらにもうちょっとだけ時間すみません、ないのオーバーしてるのに見ておきますと、あと問題1の後半の丸2部分で、A が子会社に対して損害、会社法上の損害賠償責任についてと、これよくある後始末の条文ですよね。これ何条ですかって、これも言うまでもなく423条1項なわけですよ。と、423条1項が出るときには、その4つの要件のうち、そのどの法令に違反するかっていうのが大体まず問題になりますよね、最初ね。で、それはここでお話しした部分ですよ。どの法令に違反しますかって、まあ、これもですね、これもすいませんね、もう結論見ちゃいますけども、423条1項のその要件というのはどうなっているかというと、取締役が任務懈怠をして、その任務懈怠について悪意、要するに取締役の悪い行為から会社に損害が発生して、取締役の行為と損害との間人間関係がありますねっていうのをこれを書いていくわけですね。これが要件ですよ。で、大体はまずこの任務懈怠、法令違反で何条の違反ですかってことなんですけども、それについてはこの丸1でね、丸1でこの重要な財産の処分であったり、利益相反取引のこの条文違反ですねっていうことをここで書いてますのでね、あとはだからこの丸2の部分は当てはめの話なんですよ。ちゃんと当てはめられてますかっていうので、その4つの要件、任務懈怠がありますね、悪意ですね、会社に損害が発生してますね、因果関係がありますねっていうことを問題文、その回答でですね、回答でそれをちゃんと示せるかなっていうことになるわけなんですよ。まあ、上の方ではこれが、この条文に違反してます、この条文に違反してますと。で、下の方行くと、これが任務懈怠、つまり法令違反について悪意である、会社に損害が発生している、で、因果関係があると。いうところをちゃんと書いていってもらえば、一個一個ポイントが入って点数が入っていくっていう、そういう形ですね。はい。で、まあすみません、時間がオーバーしちゃいましたけども、まあこういう形で本試験のその長い問題文からですね、そのキーワードを見つけ出して、そして答案構成して、で、それを回答を作ってくるっていう、これがまあ理想的な形、理想的な答案なんですけども、まあ現実にこんな完璧な答案を書けなくてもですね、実際、まあ、例えば15行15行ですと、それが小問2つですとですね、書いてある分量がまあ10行10行10行プラス10行ぐらい書いてあれば、まあ、大体合格しますので、まあ、もちろん、満点答案を目指して勉強はしていただきたい、わけですけどね。それはだって不完全な答案を目指すわけいきませんからね。ただ、まあ結果として、それほど合格レベルは高くないということですね。そう考えていただいて、あとはその先ほどお話ししましたその講座をですね、講座を、特に今年は時間がありませんので、うまい具合に時間を使って、ご自身に皆さんにその合ったですね、講座を選択していただきたいと思います。はい、それではすいません、時間延長してしまいました。今日はこれで終わります。どうもありがとうございました。はい、それではですね、論文本試験に向けた学習切り替え法というタイトルで、まあ、管理会計論と経営学のこれからの勉強のガイダンスについて、始めていきたいなと思います。担当はレクセン認講師二宮です。よろしくお願いします。はい、
私管理と、経営学の、講師になってくるんですけども、残りこの2ヶ月ぐらいですかね、論文試験本試験まで限られた時間ではあるんですけれども、この2ヶ月の、ね、過ごし方っていうところで、今後の人生も大きく変わってくるのかなと思いますので、ぜひね、その2ヶ月有意義に過ごしていただこうということで、最低限これはやっていただきたいというところについて、今からガイダンスでお話をさせていただければなと思います。でまず、一応経営学が先になっているというところですので、ちょっとレジュメの方ですね、出していますので、お手元にご用意いただきまして、このレジュメの後ろのページですね、こちらの2ページ目のところから、経営学についての話を掲載しています。経営学はわりかしと、これからやっていくことは明確といいますか、具体的にこの教材使ってくださいねっていうところがもう決まっているものになりますので、比較的勉強が進めやすい科目になってくるかと思います。で、経営学、もしかしたら勉強まだ全然したことないのかもしれないんですけれども、経営学はこの2つの分野に大きく分類することができまして、この経営管理と呼ばれる分野ですね、一般的に組織論とか戦略論とかって呼ばれる、私たちが経営学っていう科目を聞いたときにイメージするものですね、企業の戦略とはどういったものなのか、また企業のそういった組織構造とか、あるいは従業員をね、そういった管理していくためにはどうすればいいのかといった組織論ですね、そういったことを勉強していくような分野になります。非常に漠然としている分野というか、答えのない話をね、勉強することになりますので、非常に掴みどころがない話が多いんですけれども、本試験ではそんなに何か理解を伴うような問題が出てくることはこの分野についてはないと。ほとんどその考えて書く要素っていうのがないので、本試験の過去問とか見ていただくといいかと思うんですけど、ここ最近はこの経営管理の分野っていうのはもうほとんど用語問題ってことになります。用語、文章の中に当てはまる適切な用語を答えなさいとか、あるいはその用語をちょっと説明させるような問題ということになりますので、非常にその知ってるか知らないかっていうところで点数が決まってくるような簡単な問題が出てくるというところになります。ただ知らないと対応することができないところになりますので、考えてどうこうっていう世界ではありませんから、もう事前の対策でほぼね、その日の結果っていうのが決まってくるという分野になってくるので、ちょっと怖いところではありますね。で、もう一方の分野、財務管理、これはファイナンスとかですね、あるいは金融工学という言い方をすることもありますけれども、財務管理の分野、これは計算分野ってことになってくるんですが、この財務管理、ファイナンスという分野で、第2問というのが構成されていまして、それぞれ50点、50点の配点になっています。だから配点ベースで見ればね、どっちが大事とかって話ではないんですけれども、こっちの経営管理の分野は、さっきも言った通りですね、結構つかみどころのない話が多いことに加えて、範囲があんまり明確ではないと。飛び道具的に変なものが出てくることもあり得る世界ですので、何もかも何が出てきても 100% 大丈夫みたいな、そんな万全の体制で臨めるようなところではありませんので、こっちはあんまり時間をかけてもですね、それに比例して点数が伸びていくっていう分野ではないんですよ。で、その一方の財務管理、こっちの分野に関しては計算分野で、もう試験範囲っていうところも明確、もう出てくるものを決まってるっていう世界になりますから、財務管理の分野はこっちはかなりコスパのいい分野です。しっかり勉強すれば、その勉強の時間に応じて比例的に点数も伸びていくっていう分野になってくるので、どちらかというとこれからの勉強としてはこの財務管理の分野に時間を費やしていただきたいと。経営管理の分野についてはこれは隙間時間でやるぐらいの感覚で取り組んでいただくのが望ましいのかなと思います。だから試験上は財務管理の方が重要だっていうふうには言われてはいますね。配点としてはね、どっちも50点50点なんで同じ位置づけではあるんですけども、財務管理の方が差がつきやすいところとなりますので、こちらはしっかりと対策をすることによって点数も取れる分野となりますから、ここを頑張ってね、固めていくと、それをこれからね、学習の中心に置いてもらえればと思います。で、具体的にこの経営学という科目の素点での合格目標なんですけれども、論文の試験は得点比率、偏差値で合否が決まってきますけども、得点比率52っていうところが最低ラインってことになってきますが、その得点比率52を取る上では経営学はだいたい60点ぐらいで素点が、必要になってきます。
まあ、年によってね、当然違ってくるんですけれども、本試験の問題が難しい年はね、その50点台とかになったりすることもありますが、おおむね60点前後の点数が素点での合格ラインってことになります。で、この素点での合格ラインの点数からですね、何がわかるかっていうと、経営学っていう科目は、まあ、論文でしか必要のない科目と、で、さらには圧倒的に他の科目よりも学習の時間が少ないケースが多いと。それでも素点で60点っていうところが合格ラインになってくるっていう感じなので、出てくる問題っていうのが非常に簡単だってことがね、この素点での合格ラインから判断することができます。管理会計とかね、ものすごい勉強時間、長い時間かけてやってきたとしてもですね、素点での合格ラインっていうのが例年40点台とかだったりしますから、圧倒的に学習量の少ない経営学の方がですね、素点での点数っていうのは取りやすいというところになります。だからまあ試験問題としてはそんなに難しいものが問われることはありませんので、まあ基本的なことがね、分かっていればほとんどの部分っていうのは回答することができると、まあそう考えてください。で、この60点の取り方、まあこれも人によって個人差が当然あるんですけども、ただ一番多いモデルケースとしては、経営管理の分野で約半分ぐらい、これは絶対最低限取らなきゃいけないと。5割程度ですね。大体半分ぐらいのね、回答箇所は埋めていかなければいけないんだと思ってください。で、財務管理の方が大体7割ぐらいですね。7割ぐらい。まあ、これぐらいを取らなければいけないんだっていうのを一つの目安に考えていただければなと思いますね。まあ、計算分野であるにもかかわらずね、7割っていうところが最低ラインってことにはなりますから、本当に一問一問は簡単だっていうのがね、イメージできるのかなと思います。で、さらにちょっと具体的な話をしていきますと、まあ、それぞれね、問題構成など載せていますけども、まあ、経営管理の分野は、これはまあ、大問2問で構成されていると。まあ、第1問25点、第2問25点っていう、そういう配点になってますね。で、財務管理の分野は、これは大問、最近はまあ、4問ですね。まあ、基本的に4問だって考えていただいて、まあ、それぞれ1問あたり大体十数点っていうところがついてくると。まあ、こういう問題構成です。で、ただまあ、あまりね、この問題構成とかも意識する必要性は正直なくて、他の科目と違って、この経営学という科目は唯一時間が余る科目です。もうこの経営学、時間が足りずに最後ね、回答できませんでしたなんていう受験生一人も見たことありませんから、大体まあ、普通に解いていっても30分ぐらいは時間を余す科目ということになりますので、時間にはかなり余裕があると。だからまあこれからのね、これは勉強にも関わってくるんですけど、他の科目は一通り時間を計りながら答練っていうのを受けていただく必要性があるかと思うんですけども、経営学については時間計る必要性全くないです。もう時間無視していただいて、まあ自分が答えね、思いつくまで考えるって作業をやってもらってもいいと思いますし、特にその実践感覚とかをつける必要性のない科目ということになってきますので、もう時間とか気にせずに普通にね、問題集を解く感覚で答練とかに取り組んでいただくとよろしいのかなというふうには思います。はい。で、これから使っていく具体的な教材として、経営管理の分野についてはこの一問一答問題集ですね。これを使ってください。一問一答問題集。まあ、あるいは別に、私が講義で出しているレジュメとかね、読み込んでもらっても同じことなんで結構なんですけれども、まあ、レジュメをね、漠然と読んでいくよりは、一問一答形式で単語を答えていくようなね、作業をしてもらった方が頭に入りやすいのかなと思いますので、まあ、この経営管理の分野の対策の仕方っていうのは、担当のね、その企業法とか監査論の対策と非常に近いと。もうどちらかというとその暗記的な側面が強い分野ということになってくるので、もうそんなに深い理解とかを心がける必要性は全くありませんから、最低限自分が暗記できるだけの最低限の理解っていうところを各分野していただいて、まあ、そこからはもう具体的な単語をね、正確に覚えていくっていう作業に入ってもらうことになります。で、この問題集もかなりその薄い教材になってくるので、初めてやる方でも、その1日で十分1回転させることっていうのができるものになってきますから、まあ別に1日でね、1回転する必要性もないんですけれども、まあその隙間時間とかね、その電車での移動時間とかを使いながら、まあ今日はこの単元をやっていこうとか、今日はこっちの章をやっていこうとかっていうふうな使い方で、少しずつやっていただくのがよろしいのかなと思います。まあ一気にね、その
いろんな情報を、ね、取り入れたとしても頭の中で整理しきるのが難しいと思いますから、ある程度そこは、ね、徐々に毎日20分とか30分とかそれぐらいの間隔でやっていただく方が学習の効果としては高いものが期待できますね、はい、で一方財務管理の分野の対策としてはこのロングレ答練で、これちょっと1回目から6回目って書いてるんですけど、これも消しといてもらって10回分一通りやっていただいた方が望ましいので、ロングレ答練っていうのをちょっと一通りやっていただくと、一応財務管理の分野については問題集とかもあるんですけど、もう問題集やらなくていいです。もう計算の問題集はやる必要性ないので、こっちの論文の答練の方がね、網羅的に作られている教材となりますので、まあ、これを一通り回転させるっていうのをしていただければ基礎的な計算っていうのは対応することが可能です。だからもう非常に分かりやすいというか、この与えられた10回分の答練を完璧に仕上げるっていう対策をしていただければいいだけですので、割とゴールが見えやすい分野かなというふうには思います。ただまあその前提としてね、初めに講義は一旦聞いてもらった方がよろしいかなとは思いますので、まあ、ある程度レジュメとか読むだけでもね、自分でも理解できるものは多いとは思うんですけども、どうしても抽象的な部分とかがね、少なからず含まれてくるので、そこは説明を聞いてもらった方が手っ取り早いと思われますから、まあ、初めに講義を聞いた上でロングレ答練を回転させるっていうこのスタイルが一番効率的な勉強方法ということになります。であとはこれはまた後で触れていくんですけども、過去問やっていただくのが財務管理の分野については結構大きいですね。これは過去問、というのも財務管理っていうのは特に改正とかの影響を受けることがない分野になりますので、もう試験委員が誰であろうとですね、関係なくもう同じ範囲から出されてくるものになりますし、で重点的に出される分野っていうのが決まってるんですよ。もう毎年出る分野とかあるんですね。でも過去問とかを見ていただいて、その分野の出され方とかをしっかりと見ておけばですね、それでもう今年の本試験についてもかなり高い精度で回答することが、ね、期待できますので、過去問をできれば、まあ、10年分とかやっておくっていうのが、まあ、やり方としては望ましいですね。まあ、5年分とかでも構わないんですけれども、もう財務管理はどこまでも遡ることはできますんで、まあ、10年ぐらいやっておけばですね、かなり盤石になるかとは思います。で、一応レックが出しているですね、過去問レビューっていう講座が、まあ、先ほどの企業法の話の中でも出てきたかとは思うんですけども、一応この過去問レビューの中では新試験、平成18年以降の本試験の問題っていうところをすべてまとめているものになりますので、まあ、それでだいたい平成20年ぐらいまで遡って見ていただければですね、相当な勉強にはなるかと思いますので、で一個一個見ていってもそんなに時間はかかりませんので、もう分かんなかったらすぐ答え見てもらっても結構ですから、まあ、こういう出し方があるんだってことがつかめればそれで OK ですんでね、まあ、それを10年分ぐらいやっていただいて、またそのロングレ答練が一通り身についたならば過去問の方を回転させるっていう作業に入ってもらうのが望ましいかなと思います。まあ、結構この業界ってその過去問やる習慣って少ないんですよね。まあ、どこの予備校でもそうなんですけども、あんまりその本試験の過去問とかを10年分とか見ている人っていうのは本当に少ないというかほとんどいないのかなと思いますんでね、それだけで大きなアドバンテージになるかと思います。で、時にはね、過去に出されたものと本当に同じような問題っていうのが出てくることもあるんですよ。だから直接的に過去問がね、本当にやっておけば点数に結びつく側面っていうのが強かったりしますから、まあ、これやっておけば相当強みが出てくるかなと思いますね。はい。でもう経営管理の分野はね、過去問とかやんなくていいですから、これはもう試験委員の先生の影響をもろに受ける分野になりますんで、過去のものを見てもね、今年の試験に何も影響しませんから、経営管理の分野は飛ばして財務管理のところだけ過去問やると、はい、まあ、そういうふうに進めてください。まあ、一応教材としてはそんなところですかね。はい。であとまあ具体的にこれからその勉強を進めていくにあたって、先ほどまあ講義を一旦聞いてくださいねっていう話をしたんですけども、まあグレードアップ講座っていうのが一応期間の講座としてはあって、それがまあ全部で17回分講義があると。でその今から17回分聞くっていうのはかなり大変ですので、基本的にはもう圧縮講座の方を取っていただくとよろしいのかなと思います。約半分の回数になっていますので、まあ、圧縮講座の方で、まあ、この財務管理の対策っていうところをしっかりやっていただくと。
で、経営管理の対策はもう何なら講義見なくてもいいのかなと。もう最悪自分で読んでね、もう大体のことっていうのをイメージできるようになればですね、もうそれで OK という感じになりますんで、まああんまり適切な表現ではないかもしれませんけど、結構雑な理解で点数が取れるところになりますから、あんまりしっかりと詰めるっていう作業をする必要性はないのかなと思われますんで、もう財務管理のところの講義が聞き終わったら、もう具体的な演習に取り組んでいくっていうふうに進めていただくのが最も効率的なやり方ということにはなりますね。はい。ただまあこの辺はちょっと講義聞かないとね、気持ち悪いって方もいらっしゃるかと思いますので、そこはもう個人の判断にお任せしたいとは思いますけれども、まあ、しっかり講義聞きたい方はね、グレードアップ講座の方を取っていただいた方が望ましいですね。そこはもう個人の価値観の問題になってくるかと思いますので、まあ、自分に合ったねやり方っていうところを進めてみてください。はい。まあ、そんなとこですかね、経営学につきましては。はい。で、次にちょっともう続けてではあるんですけど、管理会計の方にね移っていきたいと思いますので、ページ1ページ目に戻ってください。管理会計、まあ、厳密には会計学午前というね科目になってきますけれども、まあ、財務会計とセットで300点満点のうち100点満点ということになります。これ時々ね誤解されている方いるんで、ちょっと注意喚起のためにお話ししておきますけども、管理会計って会計学のその300点の中の100点になっていて、で会計学の偏差値っていうのが例えば52とかっていうふうに出てきたときに、その全体の偏差値を計算するときに、まあ、3倍されるみたいなね、そういったニュアンスのね表現聞いたことある方は思うんですけども、時々受験生の中で誤解されている方が多いのが、管理会計っていうのは他の企業法とか監査論とかと違って、まあ、その同じ100点満点なんだけれども、得点比率としては3倍されるから、これ他の科目よりも重要なんだっていうふうに考えてしまっている方いるんですけど、全然そうではないと。これ気をつけていただきたいんですけど、単なる計算の問題なんですが、分かっている方は大丈夫なんですけど、まあ、こんな書かなくていいですけど、まあ、管理会計単体の得点比率が例えば55 で財務会計の得点比率がこれが58だとすると、これ会計学の得点比率っていうのはこの55に3分の1と58に3分の2を掛け算して、この加重平均で会計学の得点比率っていうのが決まってくるんですね。約まあ50、これだと7ぐらいですかね。ちょっとまあ正確に計算しないと分かりませんけども。で、この57っていうのが全体700点満点のうち300点占めてることになるので、全体の得点比率を出すときに57に対して7分の3っていうところを掛け算して、まあ、これが全体の得点比率に占める会計学の割合ってことになってくるんですけれども、でもこれまあ計算式見てもらうと、結局55に対して3分の1と7分の3を掛け算しているんで、7分の1なんですよね、この55に対して掛け算しているのは。だからまあ全体700点のうち結局100点分しかこの管理会計の得点比率っていうのは影響しませんので、別に管理会計単体で見たときに何か他の科目よりも大きく合否に影響を与えるかっていうと、そういうわけではなくて、あくまでも企業法とか監査論とか、あるいは経営学とかと全く一緒で、100点満点っていうことになりますんで、全体に占める重要性っていうのも同じ位置づけとなりますから、まあなんならむしろ財務会計とセットで点数がつけられる分ですね、管理会計ができなかったとしても、まあ、ここ単体で足切りとか食らうことがないんで、大きくできなかったとしても財務会計でカバーできるっていう、そういう側面がある分だけですね、むしろ他の科目よりも重要性が低いんじゃないかと個人的に思うところはあるんですけれども、だからまあそこはね、これからの勉強を進めていくときに、管理がね大事な科目だっていう認識で管理に時間割いてしまう方いるんですけど、まあ、そうではないっていうのはね、一つちょっと認識として持っておいていただければなと思います。はい。まあ、管理会計の講師が管理会計大事じゃないっていうのはおかしいんですけども、まあ、でも他の企業法とか監査論とかと別に重要性は何にも変わりませんので、まあ、そこは誤解のなきをね気をつけていただければなと思います。はい。でまあちょっと話を戻していきたいと思うんですけれども、で管理はこれは他の科目と違ってですね、担当と論文でほとんど求められる能力に差がない科目になります。他の科目はね少なからず差が出てくると思うんですけども、管理はもう担当ができれば論文もできるっていうケースがほとんどです。担当できるんだけど論文はできませんみたいな方っていうのはほぼ見たことがないので、
まあ、どっちが好きかっていうのはありますけどね、担当形式の方が好きとかね、論文形式の方が好きとか、その個人の好き嫌いはありますけども、まあ、できるできないに関しましては担当と論文っていうのはこれ相関関係にあると。でその理由としては、管理はその書く要素が少ないからです。近年の試験だと、だいたい今2行から4行程度の理論問題が複数出題されると。2行から4行程度ですね。まあ直近の試験なんかはもっと行数が少ないものが回答箇所としてたくさん用意されていたと。まあ、本当に文章の中のその用語の穴埋めとかですね、まあ、文章の一部を補完するような、まあ、そういった記述をしていくような問題ですね、だいたい1行とかで書くような問題が何箇所も用意されていたと。それがだいたい理論問題に占めるその半分ぐらい配点としては用意されていたので、去年の試験は計算の方がちょっと分量が多くて、理論と計算でだいたい40% と 60% ぐらい、4対6ぐらいの比率だったんですけれども、その40点のうちだいたい20点ぐらいっていうのは、まあ、その1行ぐらいとか、そのあるいは用語答えるだけとかですね、そんなレベルの話だったので、まあ、非常にその文章を、ね、書くっていう要素が少ない科目になってくるんだと思ってください。でましてその4行とか、ね、書くとしても4行ぐらいの文章だと文章力とか全く影響しませんから、多少文章を書くのが苦手な方だったとしても、知ってることを書いてればね、それなりの文章になって4行ぐらいになってきますからね、まあ、ここはそんなに書く練習とかっていうのを大きくやっていかなくてもですね、それなりに点数が取りやすいところということになります。はい。でまあちょっとこの表の中身見ていきたいと思うんですけど、まあ、これはもう試験形式の話になってきますが、まあ、担当式と論文式の違いですね。まあ、担当分かってるかと思うんですけど、まあ、論文式に関しましては、これはまあ2時間と。まあ、試験時間としては2時間で、これはまあ大問2問で、で、大問1問目が原価計算分野、大問の2問目が基本的には管理会計の分野から出題されるというね、そういった問題の構成になっています。で、さらに、大問2問っていうのが注文2問に分かれて、注文4問に分かれていきまして、これまあ総合問題4つ解いていくことになりますね。総合問題4つを2時間っていう時間の中で回答していくことになりますんで、まあ、大体1問あたり30分で回答していかなければいけないっていう感覚になってきますね。1問30分。論文も相当時間は足りないです。まあ、これから論文の答練とか、あるいは論文の過去問とか見ていただくとよろしいのかなと思いますけども、2時間という時間制約の中で全て回答箇所を埋め切る受験生っていうのは、まあほぼいないと考えていただいていいかと思いますので、担当同様にもう時間は圧倒的に足りない科目ですから、まあ、問題の取捨選択っていうのを絶対にやっていかなければいけないと。で、一番やってはいけないのが、この時間配分をミスってしまって、一番最後の注文に入った段階で残り10分ぐらいしかもう時間が残されていませんっていうのが、これがもう最悪のケースです。で、過去この管理会計で論文の試験失敗したっていう受験生何人も見てますけど、そのうちのもう半数以上はこのタイムマネージメントをミスっています。最後の最後、もう問題移った時にもう全然時間が残されていなくて、結局注文3問分しか着手することができなかったっていうところが、一番ミスの原因としては大きな、まあ、原因だったので、まあ、それだけは絶対避けなければいけませんから、もうタイムマネジメント心配な方は機械的にもう確実に30分経ったら次の問題に移るっていうふうに判断して進めてもらった方が、まあ、当日は大きな失敗は起こらないのかなというふうに思います。はい。で、結構去年はそうでもなかったんですけど、割と昔の試験っていうところは、まあ、2年、まあ、去年は違うんですけど、その2年前の、ね、試験、それより前の試験っていうところは、その一番最後の問題っていうところが一番簡単な問題が用意されていることが多かったんですね。もう時間もかからずに、で、全然回答もすぐ出せるっていう問題が一番最後に用意されているケースっていうのが多かったので、最後の問題取らないとそれだけで大きく失点することになりますんでね、まあ、それはもう絶対避けなければいけないんだと思ってください。はい。まあ、これからね、いろいろ自分で試していただきたいなとは思うんですけども、時間の配分っていうところが管理会計は特に重要性高いと。はい。で、あとこの試験範囲についてもちょっと触れておきたいと思うんですけども、まあ、担当式はね、網羅的に試験範囲っていうところが示されていて、そこから全部出てきますよっていう感じだったんですけど、まあ、論文については重点的に出される分野っていうのがもう決まっています。
でこれはねぜひ見ていただきたいんですけどね、あの監査審査会のところで試験範囲っていうところが明示されていますんで、で編みかけ分野っていうところが用意されていますから、そこから重点的に出されるというところで、もう管理会計でやらなくてもいい分野っていうのが存在しますんでね、そこは初めに確認した上でね勉強を進めていただくのがよろしいかなと。例えばまあ直接原価計算とかですね、あるいは管理会計の基礎知識、まあ、その管理会計の総論的な話ですね、管理会計とは何かとか、あるいはバランスとスコアカードとは何かとかですね、そんな話、そういったところは管理会計の試験では、この論文の試験では出されませんので、もう事前にどこが出てくるのかっていうのは把握した上で勉強は進めていく必要性が当然あるというところです。で、まあ、時間制約はさっき話した通りで、まあ、担当もかなり厳しいんですけど、論文についてもかなり厳しいですよと、もう基本的には、ね、時間は足りないと思ってください。で計算問題の特徴として、担当の時はもう縦割りでね問題が作られていたんで、問題パッと見ればね、あこの問題工程別計算の問題だとか、この問題 CVP 分析の問題だとか、もう見た瞬間わかると思うんですけど、論文についてはちょっと資料が多い関係でですね、いろいろ読み進めていかないと何が問われているかわからないケースもあると。でまた総合問題の中でいろんな設問が用意されているので、その中で CVP 分析が問われたり、あるいは設備投資の経済性計算が問われたりっていう、横断的にその知識を問うような問題が出されてきますので、その一問の難易度っていうのは担当の時よりも難しくなっていると、まあ、そう考えてください。だからこそ素点でもね、合格ラインの点数っていうのがかなり低いものになっていて、だいたい管理については素点ベースで、まあ、40点から45点ぐらいですかね、合格ラインとしては。もっと低い時もありますね。去年の試験なんかは30点半ばぐらいがおそらく合格ラインになってきたんじゃないのかなというふうに思うんですけども、だいたい平均すると40点から45点ぐらいの間に収まるケースが多いです。まあこれまでね2年とか3年とか勉強されてきた方多いんじゃないかなと思うんですけども、そんだけ勉強しても40点とか45点ぐらいしか取れないっていうのは結構ねシビアな世界だなというところはね印象として受けますが、まあこれぐらいは最低限死守していく必要性があります。でも計算でぶっちぎりで点数取れる人は理論対策なんか一切やらなくてもこれぐらいの点数っていうのは取れたりするので、まあ計算が本当にものを言う世界ではありますね。ただまあこれからの期間で計算を大きく伸ばすっていうのはあんまり現実的ではありませんので、まあ、計算力っていうのはもうこれから上げることは考えずに基本的には維持すると、最低限担当合格した時の水準の計算力っていうのを維持することを優先的に考えていただいて、あとはまあ理論である程度安定して回答を出せるようにしておくっていう対策が重要です。でこれから理論対策をやっていくにあたってはですね、この知識のアウトプットっていうのが大事になってくるので、これまでは単純に頭の中にね、入れていけばよかっただけなんですけど、自分でその吐き出していかなければいけませんので、まあ、理論の問題集とかを使ったり、あるいは統連とかを活用しながら、問題に対して自分のその言葉で回答を出せるようにしていくっていう作業が必要ですね。はい。で、具体的にじゃあ、これからの対策として何をやっていくのかというところを下に載せていますけど、まずは、一旦その論文の形式に慣れるっていうのが大事なので、論文の形式に慣れると、論文形式2時間で総合問題4問っていうのを解いたことがない方に関しましては、まずはその作業をやっていただくことが大事かなと。どんなにね計算力の高い方でもこの形式に慣れていないとね、十分な得点っていうのをすることは難しいので、まあ、しっかりと何回かその訓練を積んでいただいて、まあ、時間感覚とかをつけていく必要性があると。もう論文グレードアップ統連ですね、これを時間計りながら解くと、まあ、過去問でも結構ですけども、論文形式の統連時間計りながら解いてください。で次にじゃあ計算対策として何をやっていくのかっていうのが次の括弧2番で、まあ、計算力をさっきも言った通り基本的には維持すると、もう伸ばすっていうね段階ではありませんので、これまでの計算のその知識っていうのをいかに維持していくのか。でそのための教材としては、この担当対策をやってた時に使っていた問題集ですね、これをまあ引き続き回転させてください。まあ、回転用教材っていうのをねお持ちかと思うんですけども、まあ、それを引き続き継続的に使用していただいて、まあ、計算の知識っていうところが衰えないようにしておくと、まあ、あるいはねもう問題集についてはもう飽きるほどやったと、
もうしばらくやんなくても絶対忘れないと答えも覚えてしまっているという、まあそういったレベルであれば、ちょっとあまりね、回転させても学びも少ないと思いますんで、こっちのプレトーレンっていうのをやってもらってもいいのかなと、プレトーレンの反復。まあ企業法のね、話の中でも、プレトーレンっていうのが出てきたかと思うんですけども、まあいきなりね、その2時間で総合問題4問解いていくっていうのは結構敷居が高いので、その前段階としてちょっとプレトーレンっていうライトな答練を解いていただこうと。まあライトな答練ではあるんですけど、これまあ普通に難しいです。で、結構計算の大事な論点っていうのを取り扱っている教材となりますんで、まあ問題集の代わりとして使うことができるものになります。で、管理についてはね、さっきその30分で総合問題1問解くんだよって話をしましたけど、このプレトーレンっていうのがまさにその30分で総合問題1問解く形式になっていますので、まあ、こちらをね、解いてもらっても、そういった時間感覚をつける上では役に立つのかなっていうふうには思います。はい。もうどっちかやってもらったらいいかと思います。はい。もう計算対策っていうのはね、そんなにもう時間かけてもしょうがないところになりますんで、時間のかけすぎにはね、できるだけ注意をしていただければなと思います。これは次のページにも書いてるんですけど、おそらく管理会計っていうのが一番コストパフォーマンスの悪い科目です。これから先の時間をね、費やしたところで、その点数に結びつく要素っていうのはもちろんありますけども、それが一番結びつきづらい科目っていうのが管理だと思いますね。管理の計算分野。どうしてもそういったね、基準とかがない科目になってくるので、まあ、問題の形式とかっていうのも決まったフォーマットがあるわけではありませんから、もう出たとこ勝負の要素っていうのが少なからず入ってくると。だから、事前のね、そういった計算問題集とかっていうのをしっかりと完璧に仕上げたとしても、本試験で確実に点数が取れるかっていうと、そこは結構不確定要素が高い科目になってくるのかなと思いますので、正直なことを言うと、あまり管理については、その期待をせずに受けていただくぐらいの方が結果的にうまくいくケースが多いのかなというふうに思います。まあ、管理がよほど得意な方はね、全然引き続き勉強を進めていただいて、それを得点源にしてもらえればいいかとは思うんですけれども、まあ、どんなに得意な方でもね、結局簡単な問題ミスったら終わりですから、そういうちょっとね、不安定な要素をはらんでる科目だというところはね、認識として持っておいてください。で、これからの対策としてどちらかというと管理の論文対策としては理論の精度を高めるっていう対策をしてもらう方が点数に結びつきやすいのかなと。で、この理論の精度を高める対策としては担当対策時のテキストを回転させる。担当対策時のテキストを回転。まあ、レックだと担当上級講座っていうのがありますけど、そこで使っていた教材とかを引き続き使用していただく。まあ、それも結構ですし、あるいは、この論文グレードアップ講座で使用する理論問題集ですね。これを使っていただくっていうのも、OK です。ただ、これまあ、むちゃくちゃ重たいです、正直。この理論問題集っていうのが相当重たい教材なんで、もうすでに論文の勉強を始められていて、理論問題集とかをやってるっていう方はね、進めていただくといいかとは思うんですけども、これから管理会計の対策をやっていくって言った時に理論問題集、今から着手するのは全くお勧めはしませんので、この教材っていうのはあくまでも、もっと早い段階で始めるようなものになってくるので、まあ、これは使わずにですね、圧縮講座のレジュメっていうのを使っていただくっていうのも、一つの手段ですね。圧縮レジュメと。まあ、管理会計の論文の圧縮講座っていうのが、私が担当している講座があるんですけれども、これが全2回の講座になっていまして、その論文の試験を受けるにあたって、最低限、この問題とそれに対応する答え、これは覚えておきましょうねっていうのをピックアップして、レジュメにまとめたものになりますんで、これだけやっておけば少なくとも典型的な部分については一通り固めることができるっていう教材になってます。だからまあ管理の理論っていうのはもうほとんどのそういった合格者が平均的に解いてくるものが解ければいいやっていうそれぐらいのスタンスなのであればもう圧縮レジュメを覚えるっていう作業をしてもらうだけでもう十分かなというところです。はい。で、もっとプラスアルファで勉強したいんだったら理論問題集を回転させるっていうのがやり方としてはありますけど、さっきも言った通りあんまりおすすめではないので、そこはもう管理会計にどこまで時間を取るのかっていうね、勉強のバランスの問題になってきますから、他の科目がね、十分得点見込めるんだったら、ちょっと時間かけてもらってもいいかとは思いますけども、そうでないんだったら、もう圧縮レジュメで最低限のことをやっておくっていうのがやり方としては望ましいのかなって思います。
で、特に対策としてやっといていただきたいのはこの原価計算分野、こっちですね。原価計算分野、原価計算分野の理論って現場で対応しなければいけない、現場で考えなければいけないような理論っていうのはあんまり出てこないんですよ。まあ、もちろん出る年もありますけれども、でもどちらかというと典型的な理論問題っていうところが問われることの方が多いんですね。だからどっかで見たことあるなみたいな問題が基本的には出てくる分野なんですよ。そんなに何か奇をてらった問題とかですね、その場で考えさせるような問題とかは出てくることはないので、ほとんどないので、こっちはもう事前の対策で点数が決まってくる分野なんですね。もう原価計算分野の、まあ、理論だと大体配点ベースだと20点ぐらいですかね。その原価計算分野が50点満点で、そのうちの4割だと20点で、まあ、半分ぐらい出る年もありますので25点になることもあるかと思いますけれども、大体20点から25点ぐらいですね。まあ、それぐらいの配点の分野の対策っていうのをやっていただくっていうのが一番コストパフォーマンスとしてはいいです。さっき管理はコスパは悪いって言ったんですけども、この分野の対策に関して言うとコスパはかなりいいと思います。担当でもそうだったと思うんですけど、原価計算の基準から出されるっていうのが分かってたじゃないですか。だからあれはもうね、原価計算基準47個をしっかり理解して細かいところまで詰めておけば、4問分っていうのを点数として取ることができるっていうですね、そういうコスパのいい分野だったわけですけども、それは論文に関しても割と同じことが言えまして、典型的なものが出てくるので、事前に対策した内容が論文本試験でもそっくりそのまま出てくると、そういった可能性がある分野になりますので、ここはねちょっと時間かけてやっていただくのはよろしいかなと。ただ管理会計の分野、一方の管理会計の分野、管理会計分野に関してはこれはねむちゃくちゃコスパ悪いですね、正直。問題集とかだとね、原価計算分野と管理会計の分野っていうのはだいたい同じぐらいの分厚さになっているんですけども、管理会計の分野に関しては典型的な理論っていうのが少ないんですよ、出てくるのが割合として。で、その配点だとね、ちゃんとその40点から配点だと20点から25点ぐらい管理会計の分野の理論でもですね、配点振られてはいるんですけど、割とここ最近の試験で多いのは典型的な理論を聞いてくるんではなくて、現場で対応していかなければいけない理論っていうのが管理会計の分野ではね出てくる傾向が強いと。だからその設問1の計算結果を使って設問2のそういった理論を書いていくとかですね、あるいはそういった当社の状況を鑑みて具体的なその理論のねなんか回答を書いていくっていうですね、そういう現場対応型の問題が出てくるような感じなので、あまり典型的なものが出てこないので、こっちはしっかり時間かけたところでですね、全く勉強やってない方とそんなに大きくね点数差が出づらい分野になってくると思ってください。だからもう最悪ほとんどやらないっていうのもありです。管理会計の分野の対策は、まあ、設備投資の経済性計算ぐらいはね理論を覚えた方がいいんですけども、それ以外の分野についてはあんまり典型的な理論が出てくることは少ないので、もういっそのことほとんどやらないっていう選択をしてしまって、その分他の分野の勉強に時間を回していくっていうのが、これがまあ全体最適かなというふうに個人的に思うところはありますから、まあ、特に時間がなければね、もうこれから管理会計の分野についてはもう必要最低限、もうそこだけ確認するだけで十分だというふうな認識で進めていただくのがよろしいかと思います。もう人によっては当連で出された理論だけ覚えるって方もいますね。それも一つのやり方としてはありなのかなと。もう割り切れるんだったらそういったやり方もねいいのかなというふうには思いますね。はい。まあ、以上がね、まあ、理論対策に関するお話っていうことで、ちょっとまとめておくと、計算対策は、まあ、これ前の問題集かプレ当連使っていただくと、で理論対策はできれば圧縮レジュメっていうのを使っていただくという、まあ、こういった勉強のスタイルがよろしいかと思いますね。で、次のページ、ここで最後になりますけど、2ページ目の上に、これからの優先順位と留意事項などをまとめていますけれども、まあ、先ほども申し上げました通りね、その過去問はとりあえずちょっと一回見ましょう。この過去問確認すると。本試験がどんなもんなのかっていうのは把握した方がいいと。また予備校の当連とかとはね、またちょっと違うんですよ、本試験って。その予備校の当連っていうのは本試験想定して作っているものではあるんですけど、本試験って結構無駄な要素が多かったりするんですよ。
もっとスマートな問い方っていうのができるのに、ものすごいなんか迂回してその一つの論点を聞いてきたりすることがありますんで、あんまりそういったものっていうのは予備校の答練では出してないというか、その復習してもあんまり学習効果が期待できないものになってくるので、過去問とか回転させる意味はほとんどないんですけれども、でもどんなものが出ているのかっていうのは把握した方が望ましいので、大体のそういった問題のレベル感とか難易度っていうところをね、掴んでいくと、それをまずやっていただきたいかなっていうふうには思います。で、次に2つ目、これもさっき言った通り慣れると、とにかく伸ばすんではなくてもう慣れるっていうところが管理会計の対策では重要になってくると。総合問題という形式に慣れていただいて、結構物おじする方がね、多いところではあるんですけども、恐れずにね、ここはしっかりと取り組めるかどうかっていうのが大事なポイントになってきますので、ちょっと難しい問題とかもあるかとは思いますけども、頑張って答練とかに着手をしていただくと。で、3つ目として、理論はこれ暗記すると。暗記する、これ結構大事な話で、理論を暗記すると何がいいかっていうと、単純にその覚えた理論っていうのがそっくりそのまま出れば、それが得点につながるっていうところが、まず目に見えてね、分かる学習効果ってことにはなるんですけども、まあ、それに加えて暗記しておけばスムーズに回答を記述することができるので、理論の回答に時間がかからないっていうのがものすごく大事なんですよ。もういちいちね、理論をものすごい細かく考えてね、表現とかに気を使いながら書いていくような科目ではありませんから、もうある程度雑に書いても問題ありませんのでね、要点が書けていれば問題ありませんから、もう理論っていうのはできるだけね、その暗記をしておいて、で同様のものが出てきたらそれを素早くね、書いていく、そして計算の方に時間っていうところを回していくっていうのが、まあ大事なポイントになってきます。結構いるんですよ、理論書いてるうちに1時間ぐらい経っちゃって、で計算については残り1時間でやんなきゃいけなくなりましたとかって方いるんですけども、それって非常にもったいないことをしていますからね、まあ、そんなに考えて理論書いたところで点数は大して変わりませんから、ある程度その時パッと思いついたものをですね、素早く書いていくっていうのが管理会計の受け方としては望ましいのかなっていうふうには思います。はい、まあ、理論がね、計算の方を牽引するというね、そういった側面がありますよというところです。結構この暗記するっていうとね、ちょっと抵抗ある方がね、いたりするんですけど、そのなんか丸暗記ってやっぱり嫌じゃないですか。だからまあ丸暗記なんかしたくないよって思うかもしれませんけど、結局この会計試験といえどもね、結局試験ですから、試験っていうのは基本的に暗記っていう側面が非常に求められますんでね、暗記してる人っていうのが圧倒的に強いですから、ある程度文章をね、その覚えておくっていうのはこれからの対策としては必要なものになってきます。はい、で最後4つ目、このあまり時間をかけすぎないと、まあ、これもさっき言ったことではあるんですけども、管理はとにかくコストパフォーマンスがあまり良くない科目になってきますので、もうできるだけ他の科目を優先的に勉強しておいて、もう管理会計にはそこまで大きな期待はせずに、まあ、現状の力を計算については維持しながら理論対策っていうところをやっていくというね、まあ、こういうスタンスが大事になってきますから、まあ、間違ってもね、他のそういった科目の勉強時間を圧迫するようなね、そういった時間の使い方っていうのはね、これから先避けていただければなというふうには思いますね。はい、まあ、簡単ではありますけど、まあ、以上がね、まあ、管理会計と計画についての、まあ、学習のガイダンスということになりまして、まあ、皆さんね、担当式試験、難しい試験突破してきているわけですけども、まあ、最後論文の試験ね、受からないとやはり意味がありませんので、残りの時間はね、かなり限られてはいますけども、諦めずにね、高いモチベーションで、ぜひ目標に向かって頑張っていただければなと思います。はい。まあ、それでは、これで管理は以上となりますので、皆さん、お疲れ様でした。はい、それではですね、監査論の、論文本試験に向けた学習切り替え法ということで、担当レックス認講師草加です。よろしくお願いいたします。はい、始めていきたいと思います。で、まず私の、ね、レジュメに沿って、まあ、まず、ね、お伝えしていきたいと思いますけれども、レジュメのですね、1ページ目を、ご覧ください。で、まあ、もうこれはね、皆さんもう ご承知、いただいていると思いますが、試験の日程で今年はですね、変則的で、まあ、2日間になりましたよね。で、その中で監査論はですね、いつもは1科目目だったんですね。これが今回は企業法の次になったということで、まあ、これはね、監査論にとってはまあ、ちょっといいかなと。というのは、
監査論一発目だとですね、まあ、かなり緊張してしまって思った結果が出せなかったっていう方が結構いるんですね。ですから、まあ、この2科目目っていうのは、まあ、企業法の、ね、後ということで監査論は、まあ、少し、例年と比べると緊張感に左右されるところは少なくなるかなっていうことはあります。でまずね、ここで米印で書いておいたんですが、監査論は一見すると見たことない問題であっても学習済みの内容である場合が多いので落ち着いて取り組んでくださいというふうに書いておきましたが、ここはね本当に大事で、おそらく皆さんが担当式試験の学習の段階で得た知識でほぼ監査論はそれ以上論文で新しい知識というのは増えません。ですから回答をもし模範回答を見たら必ずこれこういう論点だったのかっていうふうに分かる内容が出るはずなんです。ただ問題はやはりね練られていますので、これ何を聞いてるんだろう、ね、どういうことを答えればいいんだろうっていうことでとても迷ってしまう。ただ回答すべき内容は皆さんの頭の中に絶対あるので、その視点でね、もうこれは分かんないやじゃなくて、何か自分の頭の中にある知識と結びつかないかなっていう観点で絶対解けると思ってね、やっていただきたいと思います。監査論、まあ、に限らず計算問題なんかでと特に私もそうだったんですが、できないと思うと解けないような感覚ありませんかね。私なんかはできないと思うと解けなくて、なんかできそうだなと思うと結構計算解けちゃったりするっていうのがあるのと同じように、監査論もですね、これは分かんないやと思うとダメなので、そうじゃなくて必ずどっかで得た知識が書けるんだという視点で取り組んでいただきたい。で、まずね、最近の出題形式を次にお伝えしますが、大問は二問形式、もうこれはずっとそうです。ずっと二問形式で、大体ですね、一問目に理論問題が来ている。そして二問目は事例問題という構成になっています。ただ、たまにね、第一問目に事例チックな問題も入ってくることもあるので、まあそこはそれに応じて対応してほしいんですが、基本的にはこういう形になってます。で、ただね、監査論の場合は理論問題も事例問題も本質は同じだとしっかり理解できているかどうかがポイントなんだと。で、特に事例問題では財務会計論の知識を活用するとうまく回答できる場合も多いということになっているので、まあちょっとね、答えに窮したら会計的な話をある程度書いてみてもね、丸になる場合もあります。そういった問題も過去出てますので、フル活用してね、財務会計論の知識もフル活用して、書いていただきたいと思います。で、ここでね、ちょっとお伝えしたいのは、第一問の理論問題って、まあこれがこのままね、今回の次の試験でもこの形式で出た場合に、理論問題は意外と基本的な問題が出てます。で、前回の本試験なんかはもう未だにね、もうすごい強烈な印象があるんですけども、示唆採用の根拠が出たんですよ。で、示唆採用の根拠なんてはっきり言ってね、入門のレベルの話なんですね。で、入門のレベルの話なんですけども、じゃあ答案ですね、答案をまあ、合格者不合格者の方それぞれ答案見せてもらったら、如実に不合格者の方はそこが書けてないんです。で、実はですね、この事例問題を紐解いてみると、受かった人も落ちた人もほとんど点数変わらないんです。ということで、事例問題ってね、結構難しそうに思われるかもしれないんですが、実はやっぱり簿記とかね、皆さん財務会計やってるので、結構ね、その知識をフル活用すると、点差が開かないっていうのが実は現状で、逆に理論問題のすごく基本的なところで、示唆採用の根拠さすがに書けなかったら、やっぱ本試験、これはね、厳しいこと言うようですけど、やっぱ受かんないんですよ。だからね、そういうところをね、絶対に落とさないっていうのが、実は監査論の合格の一つのポイントなんですね。で、それを踏まえて、まあ、ちょっと次にね、回答上のポイントを言います。で、最も大切な、これはね、もうラインマーカー引いていただきたいぐらい、いつも私言ってるんですけど、問われていることに答える。これは難しいんですよ。はっきり言って、問われていることに答えるっていうのは難しい。なぜならば、答練とか公開模試とかね、すでに解いたことのある問題、初見じゃない問題だったら、まあ、同じように答えることができます。でも、やはりね、さすがにこの論文式試験を作ってる、まあ、もうね、学者の先生方とかね、もう問題のつくのプロですから、同じような、全く同じような問題っていうのはなかなか出にくい。ただ問題文は同じじゃないんだけど、回答すべき内容は同じっていう問題は過去いっぱい出てるんですね。ですから
何を問われているのか、ね、それで問題文で聞かれたことに、あ、おそらくこんな感じの回答じゃないかなと思って覚えていることをそのまま吐き出すのだけはやめていただきたいんですね。覚えているものをそのまま吐き出していい問題だったらもちろんいいんです。もう全く同じ問題が出てそのまま吐き出せばいいんだったらそれはそれでいいんですけれども、おそらくね、ちょっとね、こう変化球というかね、問われている部分が何か別の角度から、あるいは2つのことを答えなきゃいけないとかね、そういったようなちょっとね、こう応用して聞かれている場合があるので、まあ、そういった意味で、まあ、理解が大切ですとは書いてますが、これね、さっき二宮先生もおっしゃってたように監査でももう今からね、特に理解がどうこうっていうんじゃなくて、まあ、これは担当までの理解でもう十分です。ですからこれからやることは監査ももうここまで来たらですね、まあ、時間がないと思いますので、大事なところはね、やっぱり管理会計と同じように暗記すべきところはやっぱ暗記して、まあ、手っ取り早くね、合格に近づけた方がいいので、まあ、理解が大切と言ってもこれはまあ今までの理解でいいです。あとはこれからは必要なところは暗記する。ただ暗記を吐き出すんではなくて、問われていることがちょっとね違うことを問われてたら、覚えたことを組み合わせて答えるといったように、とにかく問われていることに答える、これが大事で、ここでじゃあ問われていることに答えられない、難しいなって言った時に、でもちょっとだけは書けるなった時に、監査で特にポイントは回答欄を埋めようとすることだけはやめてくださいね。回答欄を埋めればいいっていう科目じゃないです。逆に1行でも書いておけば合格できる科目なんです。でこれは過去 の, 複数のね、もうかなり の, 答案を見たり自分の経験からもそうなんですが、まあ、理論科目ね、結構企業法とかも、まあ、ちょっとこれは森村先生のところなので私が言うことじゃないんですけど企業法もね、埋めりゃいいってもんじゃないっていうのはね、皆さんのね、先輩方とかがごめんなさい言ってました。で、監査論もですね、なぜかというと嘘を書いても一点にもならない、で時間が無駄なだけなんですねごめんなさいねなので、とにかく嘘を書かないっていうのがまず一つポイント。問われていることにもう自分で何か考えついて、その場で考えついたようなことを書くっていうのは監査論では、ね、求められていません。特に作文する試験じゃないので、今までの学習内容から頭の中から引き出して書くというのがポイントで、その場で考えて書くっていうのはほとんどないです。なので、嘘を書いたり単にその場で何かね適当に考えて単に埋めるってことはやめてください。でこれ心理的には分かるんですよ。回答欄で埋まってない答案を提出するときに隣の人とかにね見られて、なんか埋まってないなとか思われるのすごい嫌なんですよ。すごい嫌なんですけど、全然関係ないです。はっきり言ってすごい埋まってた隣の人が落ちて全然埋めてない私が受かったっていう経験も本当ありますから、埋めりゃいいってもんじゃないと。ただ白紙もやめてください。これね、どの科目でも言えますけど、白紙は絶対ダメです。白紙は何があっても0点にしかならない。でも1行でも書いておけば、まあ、傾斜配点とかおそらくね、やられてると思いますから、1行でもあればですね、結構得点振られるんです。だから、嘘は書かない。矛盾してるようですけど、白紙はダメです。だから、もう知ってることを1行でもいいから書く。これがポイントなんですね。監査論、特にそれ意識してくださいね。で、問われてることに答えられてれば、1行でもいいと、ね。で、埋める時間があるんだったら、他の問題をやった方が絶対いいですからね。はい。で、その後、難しそうな問題に見えても、まあ、その上はね、担当合格レベルで知識は十分だけども、知ってても書けないことが多いので、実際に書く練習してくださいと。で、これは後で言います。で、あと、難しそうな問題に見えても、知ってる内容から回答できることがほとんど多いです。で、換気法は参照できますが、必要ない部分まで書き写さないように、これはまさにね、問われてることに答えるってことなんです。ね、換気法で、あ、これ、換気法200の10項だとか思ってですね、そのまま全部写すんじゃなくて、必要な箇所だけ写す。いうことですね。あとちなみに換気法だけじゃなくて、ご存知の通りかもしれないですけど、品気法と監査証明フレーガイドラインっていうのが参照できますが、まあ本試験でその場でね参照するのは換気法と品気法でしょうね。品質管理基準委員会報告書。はい。で、あと回答形式ね、これも注意しましょう。論述しなさいって言われてるのに箇条書きみたいに書く人いますが、これ結構点数引かれると思いますよ。ね、なんとかだからとかね、小学校とか中学校の国語の試験とかだったらそれいいかもしれないですけど、論述試験ですから必ず主語と述語ね、なんとかはなんとかだからであるっていう形で必ず文章にしてくださいね。で、箇条書きにしなさいって言われたら箇条書きで書くということになります。じゃあこれを踏まえて最低限これからやっておく
べきこと、まあ、ここが一番、ね、ポイントだと思いますが、あの 1,2,3 って書きましたが、まず監査論はやっぱり過去問をやってほしいんです。で、あの今までちょっと見たことがある方はまだいいんですけども、まず敵を知らないと、ここから、ね、3ヶ月の、まあ、2ヶ月か、何をやっていいかという、ね、ところがあの分かんないと思うので、過去問をまずやる。で、まあ、直近3から5年分、これは理想ですよ。理想ですけど、他の科目との兼ね合いがあるからね、まあ、3年ぐらいしかできないかもしれないけれども、もう1年もやらないっていうのは絶対これ合格するためには論外ですから、過去問は最、まあ、1年ちょっと3年ぐらいやってほしいですけども、もうどんなに時間がなくても1年はとで特にやってほしいんですが、むしろね、監査の勉強、明日から何やるかって言ったら、最初に過去問やってほしいんです。で、どんな問題が出てるかっていう敵をね、まず知っていただいて、それから次に勉強を進めると。で、敵のレベルはかなり高いなと思うかもしれないけれども、大丈夫です。これをまず知らないと話にならない。で、これを知った後で何やるかっていうと、意外とプレトーレンが結構ね、基本的な内容だからプレトーレンって名前ついてますが、プレトーレンができれば結構第一問ほとんど解けちゃうんじゃないかっていう感じがすると思うんです。ですから、まずね、時間がない中で絞るとすれば、過去問をまあ1から3年分最低はやる、3から5年やれれば理想です。で、とにかく過去問をまず1年でもいいからやった後にプレトーレンをやる。で、プレトーレンをやって、で、もちろんね、論文グレードアップトーレンもやってほしいし、公開模試もやってほしいんですが、まあそうですね、あの優先順位としてはまずプレトーレンを特にとにかくやって、しかも監査論の場合は書けなきゃ意味ないんですよね。で、見てわかるのはもう皆さん見てわかると思います。回答を見ればなんだそうだってわかると思うんですけども、書けないんですよ。で、この書ける力って正直ね、時間はかかるんです。時間はかかるんですが、もう時間かかることをもう今からくよくよしてもしょうがないので、もうね、時間限られてますので、そういう意味ではもうプレトーレンの回答なんかをね、ある程度もう覚えちゃうっていうのも手だと思います。で、そうすると結構対応できます。これびっくりします。で、その後グレードアップトーレンを、ね、やってほしいんですけれども、なかなか、ね、時間がないと思いますので、まあ、あのグレードアップトーレンもあの読んでほしいですけども、実際に回答してね、あの一から時間を取って解く時間はないかもしれない。それでも頭の中でね、あの口の中で喋るだけでもいいです。グレードアップトーレンを問題を見て実際に手を動かさないで、あ、これってこういうことだなって頭の中で、あるいは口に出してね、一人で喋ってみる、それでもいいので、やっぱりそういう意味やり方でいいからやってほしいですね。実際に手を動かさなくてもいいからね、はい。で、公開模試、まあ、これは皆さんね、大体やってくるので、まあ、ここは公開模試はね、出た論点はある程度できるようにはしといていただきたい。プラスして、読んどいていただきたいのは、これ監査基準改定全文と不正リスク対応基準設定全文なんですが、まあ、どっちかといえばね、不正リスク対応基準の設定全文よりも監査基準の改定全文、これはね、もうほぼほぼあの毎回本試験で改定全文から出てるんですよ。でもう分かってるので、で、ほぼほぼ毎回出てて、過去本試験で5割以上改定全文から回答できる問題も出てますから、そういう意味ではね、もう改定全文を読まないなんていうのは、これは本試験受けるにあたってちょっとダメだと思うんですね。なので改定全文読んでほしいです。ただ、改定全文も、平成何年とかね、いっぱい出てますが、特に重要なのはやっぱり平成14年ね。平成14年の改定全文。そして、今回の試験ではね、今後変わってくる改正が予定されている部分としては、平成17年の改定全文。これもですね、今後変わろうとしているところなので、平成14年、平成17年ね。そして、まあそうですね、あとは平成30年ね、大きく変わった。この間の監査基準、監査報告書のひな形が大きく変わったり、監査上の主要な検討事項、カムがね、大きく変わったというところが載っている、監査基準の改定全文、まあ、平成14年、17年、30年、まあ、ここは最低限何度か、ね、読んどいてほしいなというところですね、はい。なので、で、不正リスク対応基準の設定全文は1回か2回読めれば十分かなというところですね、はい。なので、過去問をまず1年でもいいからとにかくやってみて、敵を知った上でプレトーレンを、ね、しっかりやる、まあ、プレトーレンはこのレベルはなんとか、ね、紙に書いてやれればいいなと。グレードアップトーレンはもう紙に書く時間なければ問題見て頭の中で喋ってみて、それで回答を見てね、っていうやり方でいいと思います。公開模試はまあこれみんなと覚えてきますから、ある程度解けるようにすると。で、基準としては改定全文、平成14年、17年、30年がメインで、不正リスク対応基準の設定全部読めればそれがいいと。で、あとですね、次の
2ページ目でこれもですね、もう時間がないので最初からね、今の段階から意識しておいてほしいのは、だいたいね、第1問第2問で合わせて2時間なんですね。で、まあ基本的にはどっちの1問に第1問に多く時間をかけるとか第2問に多く時間をかけるっていうような科目ではなくて、基本的には均等でね、60分60分っていうふうにかければいいかなと思ってます。で、まずね、最初に問題文をざっと読むね、通読ね、これを第1問も第2問も5分から10分取っていいです。だから多くの人は読むだけで20分ぐらい、まあ20分かけちゃうとちょっと辛いってことであれば1問と2問合わせて15分ぐらいね、取っていいので、ざっと読む、これにまず最初時間をかけましょう。で、最初に出た問題、第1問も第2問もバーッと見てね、で、解けそうな問題を丸するなり、まあ、なんかしといてですね、監査論は1問の問1から解かなきゃいけないわけじゃないですね。第2問の問3が一番解きやすいってこともあるし、結構ね、監査論は分断されてますので、別に第1問の問題1がから 解かなきゃ解けないなんて問題はなくて、むしろ第2問の問題、一番最後の問題だけ単発で書けることも あるので、とにかくどこの問題が解けるかな、どこは厄介かなっていうのをざーっと読んでね、もう最低でも10分は第1問第2問ざっと読むのにかける、これは非常に大事です。そして解けるところから埋めていけば精神的にも安心しますからね。これが逆に解けない問題時間かけてずっと空欄が埋まらないで時間が経っていくと、どん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 精神的に焦って、それで監査のね、点数悪くなってしまいますから、まず解ける問題をどんどんね、やっていくということで、まず最初に問題文の通読をしていただきたい。そしてその後に答案構成はね、1問につき20分ぐらいかけていいですよ。まあ25分は多いかもしれないけども、20分ぐらいかけていい。まあ短くとも15分はかける。そして残りの30分なり35分ぐらいでそれぞれね、論述をして1時間ずつ。だからもう論述してるときはもう考えずにもう手だけが動くっていう感じにすると。なので通読してやりやすいところからやったら、もう答案構成なんかもしなくていいような、ただもう覚えてるのを本当に吐き出せばいい問題があれば答案構成もせずにそれは書くと。で、答案構成が必要な問題は答案構成に時間を使って、そしてね、最後にまとめて書くっていうことがいいと思いますね。はい。なので、まあこういった形でね、時間配分っていうのはまあこのぐらいのイメージでやっていただくといいと思いますね。はい。で、まあその他ね、これはもう他の先生おっしゃってると思いますが、試験会場はこれ1時間前に到着しましょうって、これはここの監査で言うことじゃないかもしれないですが、これね、過去私がね、教えてた受講生さんで受かったんですけど、結果として試験のね、15分か20分前に着いたら筆箱を持ってなかったってことに気づいて、コンビニに行ってギリギリ開始のね、15分前かなんか、もう入っちゃいけないっていうギリギリの時に戻れたっていう人がいて、やっぱりね、1時間前に到着する、もうこれはね、開門と同時に入るぐらいがいいです。で、これにはね、他のメリットもあって、試験会場で自分のね、座席がどんな環境なのかっていうのをまず早めに知るってことは大事ですね。で、暖房がもうこの今回冬ですから、暖房が効きすぎてたら暑いんだったら暑いってね、試験の監督の方に言って、温度を下げてもらうなり、寒かったら寒いって言ってね、温度上げてもらうと、それが早く行ってね、自分の席の状況を確かめるってことも大事だし、あと精神的に最初にね、座って勉強している人たち見るとなんか頭良さそうに見えるんですよ。本とかね、積んでこう勉強してるとなんかすごいそうに見えるんですけど、だからそんなね、精神的に不安定な状況を作らないために早めに到着すると。あと昔ね、税理士試験でこれ大阪の話ですけど、大阪の環状線が止まっちゃって、受けられなかったって人がいるんですよ。だから最悪これ1時間前に到着するように行けば、万が一ね、時間何か電車交通機関何かあってもタクシーとかでね、間に合うかもしれないので、そういった意味でね、早く行くと。あと、まあ筆記用具とかね、電卓とかは2台ずつ2セットずつぐらい、持っていくと。あと、黒のボールペンでね、消せるペンはダメですよっていうことね。あと、まあ服装を調節できるように、これもなんかね、タートルネックとか着ていくんじゃなくて、何枚もね、重ね着して暑ければ脱げる、寒ければ着れるような服装で行くと。あと、まあ試験開始前にね、これ私やってたんですけど、ブドウ糖とかチョコレート食べてね、頭が回転するようにしてたってのがあります。まあこれはいいでしょう。で、最後3ページ目の、過去問についてというところでね、過去の出題論点を並べておきました。で、平成19年からですね、まあ、ずっと並べてあるんですけども、こんなね、前のものはまあまあやんなくていいです。で、特にちょっと4ページ目を先にね、ご覧いただきたいんですが、4ページ目のね、この一番直近の令和元年の第1問、第2問っていうのは、まあ実施論とかですね、で、これ示唆ね、精査について、そして監査証拠の信頼性、こんなのね、言ってみれば入門の話ですよ。で、問題でね、内部統制報告制度が出たんですね。で、ここはですね、内容的にそんな難しくなかったんですが、ご承知の通り、内部統制とか四半期レビューね、これ
なんかはもう本試験で参照できる基準が全くないので、やっぱり内部統制と四半期については頭に入ってないと書けないっていうこともあるので、まあ、ここなんかもねちょっと見てみて、ああこれは覚えてなきゃ書けないなってことを実感していただきたい。で第2問目は事例問題で、監査上特に考慮すべき勘定科目とその監査要点とかね、取るべき対応、こんなことが聞かれてますので、事例問題ってこういうふうに出るんだということをねしっかりと見ておいていただきたいので、まあ、最低限この直近のね令和元年の本試験は絶対見てほしいんですね。で、特にねこの事例問題でところね取るべき対応とかあるんですが、でもねこの事例問題は正直点差はついてないです。受験生の点差はついてない。すごく合否を分けたのは第1問の簡単なところなんでね、ここなんかもよく見ておいていただきたいです。でちょっと遡っていきますが、3ページ目のね、平成30年のところですね。平成30年の第1問第2問、これは第1問ね継続金融の前提が出たんです。で、これは平成30年の監査基準がその後にね改定されてますので、まあ、若干ねちょっと論点改正された部分はあるんですが、やっぱりね平成30年のこの二重責任の原則とか継続金融でも変わんない部分ね、監査基準の改定によって変わらない部分が主に出てます。二重責任の原則、リスクアプローチ、事例問題、追記情報ね。なので、まあ、第1問なんかも、まあ、できれば見てほしいし、第2問では、これ事例問題で、やっぱり不正に関する問題とか、立ち会い、ね、あと在庫不正に関する手続きとか、内部統制監査報告書なんかが出てますので、やっぱりね、平成30年、まあ、このあたりも、個人的にはね、平成30年も見れる余裕がある方は見てほしいと。で、平成29年は、これ第1問の他の監査人の利用、これはですね、正直、正直、まあ、また同じ問題が出る可能性っていうのはそんなに高くないかなと思ってるので、まあ、29年を見れる方は第2問だけでもね見といていただくといいかなと思います。で、もっと余裕があるよって方は27年28年、これはですね、過去問として、まあ、事例問題もね、特に27年なんかは第2問が監査上の重要性ね、これも非常にいい問題、重要性の改定とかねそういったところまで出てましたし、第1問は監査の目的とかね実施論報告論の、保証水準の話とか、かなり監査証拠とかね基本的なところが出てますので第1問やっぱり見てほしいし、28年の第1問なんかもこれリスクアプローチで、これなんかも非常に基本的な問題が出てます。ですからこういったねこの問題レベルが解ければいいんだってことを知るためには、やっぱり28年の第1問も見てほしいし、第2問なんかは事例問題で、ここなんかはかなりね財務会計論の知識を使って解くような問題が出てますので、やはりね、見れる方は28年27年も見ていただくといいかなと。あともっと余裕があるよって方は25年の第2問のね不正なんかを 見ておくと、まあより対策としてはいいかなというところですね。はい、なのでまあちょっとね、いろいろ話しましたが、まあ、監査論ではね、とにかく、ここですね、最後にここです。最低限やっておくべきこととしては、やっぱりね、過去問直近、まあ、できる限り今丸つけたところで、まあ、最低限直近1年ですけども、3から5年できれば、理想的。できなくても1から3年ぐらいはやりたいなというところ。で、プレートーレンでやれば、基本的に監査の本試験の第1問の部分っていうのは結構カバーできます。で、あとは、まあ、グレードアップトーレンね、余裕があれば、グレードアップトーレンを、まあ、かけなくても、口頭で、解いてみるってことや、公開模試ね。まあ、公開模試はさすがにちょっと一回書いた方がいいと思いますけどね。で、あとは、監査基準の改定全文、14年、17年、30年、いうところをしっかりやっといていただきたいと思います。はい。それではね、監査論は、このくらいに、そろそろ時間ですのでしましてですね、次は租税法かな？租税法ね、変わりたいと思います。はい、どうも皆さん、お疲れ様でした。はい。では、時間になりましたので、始めたいと思います。租税法を担当しますレック専任講師の東です。よろしくお願いいたします。まずは今年のこの状況ですね、すごい状況になってますけども、ウイルスの感染が、危惧される中ここまでお運びいただきましてありがとうございます。画面の前の方もね、それぞれの環境で大変な思いされていると思いますけれども、ぜひね、頑張っていただきたいと思います。まあ、先日ね、先日というか、まあ結構前発表された本試験の日程、まずここからですよね。で、例年3日でやるところを2日でやらなくちゃいけないという今年の状況、かなり特殊ですね。で、まあ、ちょっと
脅すわけじゃないですけど、例年8月なんで、やっぱりこう受験生の皆さん8月までの間で準備してたものが、まあ、1年、ね、比べるとこう去年の方に比べてやっぱり9、10、11、3ヶ月多く勉強できてしまう状況なので、まあ、割と受験生としてはこう知識深くやってるのかなっていうところも、まあ、突き抜けてる方なんかはね、3ヶ月多く勉強してることによって、まあ深いところまで行っちゃってる方も多い、そういう中での戦いになるというふうになって、まあ、ちょっと煽っちゃってるような感じになりますけど、ところがね、まあ、意外とこうやっぱり期間伸びたら伸びたで、ね、ちょっと安心していただきたいのは、いろんな方の話聞いてると、まあ、その伸びた3ヶ月の間がっつり勉強できてたかっていうと、まあ、ちゃんとやった方は北総園でいただければいいと思います。俺はしっかりやってたぜみたいな感じでいいんですけど、やっぱりね、コロナですごいこう日常生活も大変で、仕事 もう生活もなんていう環境でしたので、皆さんその受験に集中できてたかっていうと、そんなこともないわけですね。だからまあ、そこに関してはちょっとなんかどっちなんだよって話になりますけど、やってた方はやってます。だから例年に比べてこう、トライアングルっていうか、その何ですかね、偏差値の上の方にいる方っていうのは結構割とちょっと何でしょう、多くなっちゃってる。ところがやっぱり会計士試験っていうのは、その偏差値、標準偏差の真ん中のところを取れればいい。まあこうね、横に見てるか上に見てるか分からないですけども、真ん中の山のところを取れればいいので、まあ、みんなが取れればいいところを取ればいいという意味ではそんなに変わらないので、気負わずに言っていただければと思います。ただまあね、カンサロの草加先生のレジュメに書いてありましたけど、本試験の日程ね、見ていただければ、やっぱ租税法初日の3科目目なんですよね。たっぷり、4時間勉強し、なんでしょう、ペーパーに向き合った後、5時間目6時間目みたいなところでやんなくちゃいけないので、それももう体力勝負になってくると思います。だからまあ皆さんきついところだと思いますけど、まあ、これは本当条件同じなんでね、しょうがない、言っててもしょうがないんで、まあ、頑張っていただければというふうに思います。あとはまたちょっと、頑張ってもらう方向でいうと、例年に比べてやはりその合否が受け終わってからですね、もし、まあ、あまり思わしくない結果だった時に次に向かう期間もですね、まあ、来年いつ実施されるかわからないですけど、8月だったとしたら、ちょっとスタートがね、やっぱり、スタートするまでに例年だと8月なんでちょっとした休憩みたいなのがあるんですけど、そのインターバルがなくスタートしなくちゃいけない。これもきついところですよね。なんで、まあ、今皆さん洗面器に顔を詰めているような状態だと思うんですけども、まあ、本試験までぜひこのまま頑張っていただいて、今年取っていただきたいというふうに、思いますですね。はい、でじゃあちょっと早速レジュメの方、ですね、作らせていただいたんですけども、まあ、私はね、講義受けていただいた方はご存知だと思うんですけど、あんまりレジュメ、作らずに要はテキストの方に書き込んでいくようなスタイルでの、講義を進めてまいりました。なんで、まあ、こういったものを作ってなかったかもしれないんですけども、まあね、丸ポチ表で、こういう出題傾向なんていうのを分析したものを載せております。競馬の、ね、予想表みたいでなんか面白いなと思って、二重丸とか三角とかつけようかなと思ったんですけど、まあちょっとね、そうすると姿勢が入ってしまうので、割と客観的な表としてこれが出ましたよっていう過去の、あくまで過去の、表ということで、表しています。でこうやって見ていただくと、まあ、まず法人税からですね、税法ごとにやってます。だから出題傾向をまず法人税、所得税、消費税って見て、でまず傾向、この一番のところで出題傾向を掴んでいただいて、で、まあ、その後の後ろの後半の方で、まあ、学習法っていうかね、本題の方に入っていきたいと思いますけれども、まあ、法人税法こう見ていただくと、全般的に言うとこのまあ表からだとちょっと分かりづらいんですけど、まあ、結局ほとんど全部出とるやんっていう話にまあなってしまうんですよね。でもうこのだから私結構そのこのあんまり丸ポチ表が好きじゃない理由としては、結局全部出るんだからなんていうんですかね、これやっても無駄じゃないかっていう、ところがちょっとあるわけですよ。なんですけど
とはいえやっぱりこうテキストの中でも後半の扱いになっているこういう、まあ、損益の帰属時期とか、保険料とか借地権こういったあたりはやっぱり計算でももう全然出てないわけですね。でこれは、全然出てないから怪しいよっていう話ではなくてやっぱりその実務からやっててもあまり重要性が、少ない。なので、まあ、計算の方では出づらいっていうような、ことになってます。であとはその組織再編なんかだと、計算に盛り込むちょっとボリュームが多すぎて難しくなっちゃうと。だから、まあ、計算の方では出ないと。ところが、まあ、これは、直前の予想の時にも言いますけれども、組織再編税制、やっぱりここ3回連続でやっぱり出てますね。理論の方、このこっち半分理論なんですけど、理論のところではもう出てる。だから、右半分計算で、計算のところでは割とまんべんなく出てますと。こうやってまんべんなく出てますけれども、もちろんその重要な論点というか、出やすいところですね。受け配の益金不参入とか、減価償却とか、で、まあ、減価償却って一口に言ってもね、論点いろいろあったと思いますけども、そういった減価償却、それから、まあ、租税効果ですね。もうこんなものはもう当然絶対出るわけです。で、あと、交際費ですね。ほぼほぼ出るのはもう交際費。交際費、何が交際費に該当して、何が該当しませんかっていうのをピックアップして、交際費の額がまずいくらですっていうのを出して、でそこから、損益不参入額を出すんでしたね。で、そういったものは、必ず出てる。で、意外と嬉しいのはこの試験研究費ですね。試験研究費っていうのは計算もうめちゃくちゃ難しかった、覚えるのやだななんてやつでしたけど、意外と出てないんですよ、こういった感じで。まあ、なんで立場上ね、出てないから安心できるなんていうと、ちょっと難しくって、傾向としてはやっぱりこの計算全体を見ていただくと全論点なんとなく出てるって思いませんか。だから、恐ろしいのがこっちの後半のこういう重要性の低いところを除いてなんとなく出ちゃってるんですよね。だからそういった意味では、まあ、デリバティブなんかはずっと出てないですし、なんでしょう、この試験研究費のところ もしばらく出てないと。だから、そろそろ出しとくかなんていう山を張るんだったらこういうところに張るみたいな話になります。なんで、まあ、ちょっと、好みっていうところはあるんですけど、で、全般的に網羅的に出ている計算に対してそれを補う形で理論が出ているっていうような、内容になっています。それが法人税の、まあ、特色ですね。だから補うっていうのは要は計算で聞かないところを理論で聞いているっていうことになりますね。で、まあ、そこら辺はまあもう講義の中でもお伝えしていると思うのでそういった意味では、まあ、重々知ってるよっていうようなことだと思うんですけども、そういったことが、まあ、ここの分析のところに書いてあるかなっていう感じですね。であと分量多いですね。分量がやっぱり、計算量が多いので、時間内に終わるっていうのはとにかくきついです。とにかくきついっていう、ことを、ね、頭に置いておいてください。で法人税終わりで所得税の方で、所得税の方行きますと、まあ個人ですね。個人にどういった課税がされるかっていうのはもう所得税ですけども、意外とですね、やっぱこうやって見ると、今度は、なんていうんですか、偏りがあるんですよね。で、計算、やはり所得税の計算でも、なんていうんですかね、まんべんなくその重要、まあ、重要か重要じゃないかって難しいんですけど、所得税でいうとやっぱりこう皆さんが、実務に出た時によく目にするようなことっていうのは重要っていうふうに、まあ考えてもいいし、よく目にする要は、所得計算としてよく出てくるようなものに関してはやっぱり出てくるんですよね。だからもう最たるものとしては給与所得、これはもう毎年出てますと。で事業所得ですね、これも出る傾向が高い。で譲渡、まあ、もし皆さんが、会計士になって税理士登録なんかをした時にはやはりこの辺の相談というのはね、税務の相談というのはすごく多いですので、譲渡があったんだけどみたいな話とか、相続そういう話も、まあゆくゆく先々では、重要になってくると。そういった意味でも、まあ、非常にこう何でしょうね、使える論点が、科目として出てくるんですね。あとは一時所得、雑所得、これは所得概念上もやっぱりこう区別しづらくて分かりづらいところなので、ここら辺問われてくることがやっぱり多いですね。こういうところにも要注意。
で去年はなんかあれでしたけど、所得控除もやっぱり、13種類の控除ありましたけども、そういったところが、出てきて、まあ、ざっとした流れ計算ですから、やはり所得10種類の所得のうちいくつかがあって、それを合算し、所得控除を引いて、じゃ最終的に所得税いくらでしょうっていうようなところをやっぱり通ってきますね。そういう、ものが所得税のところになってます。で、まあ分析のところでですね、論点により出題傾向が異なっているということで、まあ、偏りがあるということですね。で、実務的に重要性が低い論点の出題頻度が低いということで、まあ、例えば山林所得なんかですね、山林所得っていうのはもう流木を持ってて、それを長年持ってたものを売ってみたいな、状態の所得なんで、私 も実務上、ね、実務では年間900人ぐらい見てるんですけど、一人もいませんね、流木の所得がある人は。なんでそういう人は出題頻度低いです。はい。で、まあ、過去は10種類の所得からその内容を問う問題が多かったと。で最近は変化球の論点を問う傾向にあるということで、まあ、ちょっと全体的にこう見ていただくと、なんかこうちょっと今までなかったなみたいなのがポロって出てきたりという感じで、先ほど法人税の方にもちらっとお話したけどしましたけど、問題量が増加傾向にあるなんて話ありましたが、そういった意味ではなんかいろんなところをこう入れ始めちゃってるんですよね。所得税ももしかしたら増加傾向にあるのかなというところはあります。で、所得税の理論に関しても、法人税と同じく計算で聞かなかったところを聞く傾向にあるんです。まあだいたい丸ポチ見てると、こう計算の方にないところですねに丸ポチがついてくるっていう感じになるので、そういった意味ではまあ的を絞りづらいですよね。まあここなんかはちょっとかぶってますけど、まあ要は計算と理論を合わせて全体的に狙ってくるっていうような感じになってますと。で、じゃあ消費税ですね、言っちゃいますと、消費税の丸ポチ見ていくと、消費税に関してはもう勉強、ね、している方はもうお分かりだと思うんですけど、いろんな、まあ、BSPL があって、その中から消費税の課税されるものどれでしょう、付加税非課税どれでしょう、ピックアップして抜き出さないといけないですね。で、課税仕入れとか仕入れ税額控除の計算して、で、最終的にもうこの論点の並び表がそのまま計算の順番になっているんですけども、課税対象出して非課税を抜き出してみたいな感じ で最終的に、まあ、納付申告、申告納付ですね、ここまでやってっていうのがもう一連の流れになっちゃってるので、山うんぬんっていう話じゃないんですよね。だからあえて論点別に切り出していくっていうんだったら、まあ、この定額譲渡みなし譲渡のところ覚えてますかみたいな話はあるんですけれども、消費税に関してはもう論点というよりは消費税の計算というものができますかみたいな話になっちゃってるので、そこら辺は、まあ、あんまりそれこそ本当にマルポッチはあんまり意味ないなっていうふうには考えてます。です。で、理論ですね、理論のところはここのところずっと一問一問っていう、ずっとっていうか、まあ、2年ですけど一問一問で来てるんで、消費税はその傾向が続くのかなというふうには、予想してまして、まあ、消費税って理論的にちょっと理論の講義の時にも申し上げましたけど、聞きづらいところがあるので、ちょっとそういう意味ではっていう感じですね。理論の問題は、まあ、1問ぐらいだろうという感じです。で、じゃあこれがこんな感じの傾向がありますよと、論文式で聞かれる傾向はこんな感じですと。で言った時に、じゃあ皆さんどういう勉強していったらいいのっていう話ですね。これから、話しますけれども、まあ、学習法勉強方法を決めるにあたっては、やっぱりそのどういうな最終的にはゴールですよね、何を目的に、目指して勉強していくのかっていうようなことになりますから、まあ、まずはその本試験で問われる、内容を聞いてないといけない、理解してないといけないと。で、本試験で問われるのは、まあ、理論、この一番が理論ですね。で、書いちゃいましょうかね。まあ、書いちゃうって言っても、まあ、丸つけてるだけです。一番が理論。で、これは第一問で問われます。で、第二問で計算。
もう気持ちよく分かれてますね。そうだ、すいませんね、前半の分析のところで理論と計算というふうに分けて話しましたけど、過去問がそういうふうに分かれてるっていう話なんですね。理論と計算にはっきり分かれてる。で、問題はここなんですよね。やっぱり理論が問題1と問題2で出題されている。で、40点、問題1は、税法上の取り扱いですね。例えばこういう感じで、何年には税法上どのように取り扱われるか根拠条文を示しつつ述べなさいっていう問題が4問、回答例は4行、1問あたり5点というね。で、問題には丸バツをつけた上で、正しいものにはその根拠条文、誤っているものには正しい税務理論、処理及びその根拠条文を記入しなさいという問題。これはもうずっとこの、ペースで来ているので、もうこうでしょうと、ほぼほぼもう間違いないと思います。で、これが5問と。9問しかないんですよ、理論って。で、しかも、配点が高いですね。やることはもう理論の過去問見た方は、お分かりだと思うんですけど、1問あたりの、ウエイトというか、知識、問われる必要とされる知識自体は計算で、問われていることと一つ一つそんなに変わらないんですけど、一つ答えただけで、こっちは5点、こっちは4点もらえるんですよ。なんつーコスパだっていう話ですね。なので、ここはやはり理論を取れるようにしていただきたいと、だからそれが取れるように、勉強を進めていかな、切り替えていかなくちゃいけないっていう感じですね。で、ところが理論対策ってそこだけ点数の比重が高いのに、そんなに、回数を割いて、3回ぐらいやりますけれども、来なかった、カリキュラム上そうなってないっていうのは、結局こう理論で聞かれることって、理論対策の講義でも、お伝えしていますが、この計算ができることが前提というか、計算が分かっていれば理論ってもうできちゃうんですよ、自動的に。で、何ができないかって言ったら、どこか書いてるかな、これですね、ちょっとここに先に言っちゃいますけど、条文が挙げられるようにすると、必ずこの理論は根拠条文を挙げなきゃいけないので、ちょっとなんか法律家、会計士って法律家だったんだなって思い出す、感じになりますね。根拠条文挙げなくちゃいけないので、そこがちょっと難しいっていうところです。だからそこだけですね。逆にもう答え知ってれば、それだけピックアップできれば点数が、こんだけの点数取れちゃうんです。だからここはおろそかにしないでいただきたいです。直前に対策をすれば、それが取れると。で、じゃあどういう対策をするのかっていうことになりますけれども、概念としてはこんな感じですね。1から4まで書きましたけれども、まずは処理をする。処理を知るっていうのはどういうことかっていうと、こういう時に、こう問題ですね。税法上どういうふうに扱われるかっていうのは、例えば、先ほどの交際費の益金、損金不算入額だったら、もう皆さんは、勉強してる方は分かってて、交際費は、損金に入れすぎちゃうと、ちょっと、なんでしょう、本来、仕事に関係ないような上費をどんどん入れ込んでしまうから、税務上ちょっと制限しなくちゃいけないと。だからある程度の、ところ、要はその損金不算入額っていう限度額を設けて、それを超えているところは、損金不算入になっちゃうよということですね。限度額までは入れていいよ、だけど限度超えたら入れてはダメだよっていう、筋書きがあるじゃないですか。で、それを知っていれば、そういうストーリーを書くっていうことではないんですよ。これは租税法はちょっと企業法とかと違うところはそういうところで、もっとねシンプルなんですよね。だから、ニュアンスを書くぐらいです。で、これ実は4行回答あるんですけど、4行全部埋めなくていいです。何でしょう、企業法とかで慣れてたり、企業法監査論とかそういう記述系で慣れてると、どうしてもその4行埋めなきゃっていう感覚になるんですけど、すごくシンプルでいいです。もっと、シンプルに、今の交際費のところだったら、
まあ、限度額に参入されるまで、限度額に達するまで損金参入できる、とか書いて、括弧、法人税法何条何項、って書くということですね。でもう大事なのはだからもう結論と、もう結論と条文だけなんですよ。で条文はただし何条、何項何号、ここまで合ってなきゃダメです。そんなにね、何条ぐらいっていうふうには書けないんですけども、これを書けばいいという感じですね。だからそんなにゴール、たどり着くべきゴールっていうのはもう、このこれですね、この基準種、を、まあ、皆さんね、論文対策をするまでの間はテキストとかでしっかり勉強していただくんですけど、最後ここにたどり着くっていう感じですね。こっから、こっから探し出すっていう、どこに書いてあるかを探し出すっていう、ことが必要にはなってきます。これは必要です。だから、まず処理を知る、理屈が分かっていれば、まあ、答え自体は書けると、結論はもう分かっていると。で、まあ、類似論点との区別がつくようにするというのは、まあ、引っ掛けですね。引っ掛けで、これは、まあ、例えば、給与所得なのか、例えば、別の所得なのかみたいなことを、ちょっと分かりづらく、引っ掛けてくるような問題があったりしますけども、ただ、他の、例えばもう管理会計とか、そういう科目に比べると、引っ掛け要素はすごく少ないですね。租税法って、どちらかというと、なんていうんですかね、処理を問うもん、学問というか科目なんですよね。税務申告がもう結論、税務申告がちゃんとできればそれでいいわけですよ。だから、まあ、税理士の方にそれ言うと怒られちゃいますけど、税法の立て付けとか我々会計士はどうでもよくて、結論申告書が書ければもう仕事になっちゃうわけですね。でそういうことを逆に試験でも問うてる、ぐらいの感覚がありますので、そんなにこう、理屈をしっかり書けなくてもいいと。だから、類似論点との区別がつくようにするっていう、そういう問題に関しても引っ掛けっていうよりはもうちょっとシンプルに、こういう状況です、どういう条文を使ったらいいですかっていうような、聞き方をしてくるっていうことになります。はい。で、その処理、まあ知ってればね、あこれ論点だというふうになるわけです。でその論点の答えはもう知ってて、その条文を探すと。で今度次、条文を上げられるようにするという感じですけども、それは基準種に条文のブロックがあります。どこに何が書いてあるかっていうのは、なんとなくこの基準種を、やはりこれはちょっとやっぱ事前に入手していただいて見ておいていただいた方がいいんですけども、法人税法、所得税法、消費税法っていう順番に並んでて、でそれぞれ、まあ、私はねマーカーしちゃってますけど、どういう第1編第2編というふうにブロックで分かれてますんで、大体どこにあるかなっていうのを頭の中に入れといてほしいんですよ。で現場で引けるようにしておく。で、もう出てくる条文そんなに種類ないですから、限られたところを、探せるように、まあ、していくっていうことですね。はい。で、まあ、もっと言うと、そのテキストの方を見れば、実は括弧書きで各論点のところに条文書いてあるんですよね。何条、何々法、何条何項って書いてありますので、そこを、意図して戻っていく。だからわざわざ探さなくてもテキストに戻っていって、その書いてあるところに当たっていけばいいんですよね。だから例えば今話題に出てた交際費だったら、交際費のカテゴリーのところを見て、で交際費のところに何条何個、法人税法何条何個って書いてあるんで、それをピックアップすればいい。で、施行令とか施行規則とかそういったものは一切出ませんので、ここで配られる基準集で配られる条文だけがピックアップできればそれでいいっていう試験なので、これね、こんなありがたいことないですよね。税理士試験だったらやっぱそういうところまで掘り下げていって、それを頭の中で暗記して、記憶ベースでそれを書かなくちゃいけないんですけど、我々これ見ていいんで、こんな簡単な、ことはないって、思っていただきたいですね。はい。で、まあ丸3で取り扱いを書けるようにするということで、なってますけども、まあ
パターンとしては2パターンありますけども、まあ、なんかこういうさっきの交際費みたいな上費が出ないようにするとかそういう趣旨があるみたいなニュアンスを書くときと、もうパターン2はもう条文にこう書いてあるからとしか言いようがないときがあるんですよね。だからそういった意味でもただ条文が挙げられて結論が書けてればもう点数になるっていうのはそういうことなんですよっていう感じですね。なので、まあ、ざっくり言うと、理論対策はもうテキストでのテキストベース、それから当練ベースでの学習をしっかりやった上で、これを使って基準集を使って条文が挙げられるようにするっていうことがもう理論対策になってくると思います。だからそういう勉強をしていくっていうことですね。はい、あとは計算の方に行きますけれども、計算は60点、点数の比率でいうと40対60ということで点数の比率多いんですけれども、小問が3つあるんですね。問題1から3で、分かれ方はちょっと場合によって違います。で、去年は法人税法、問題1が法人、問題2が所得、問題3が消費っていう、まあ、きれいなパターンでしたけど、必ずしもそうとは限らないですね。なんか法人と所得をうまく織り交ぜたような問題が出たり、法人と消費が混ざったりっていう問題はあるので、どういう3問になるかっていうのはちょっとわからない。だけど、大体ですね、大体ここはもう60箇所の計算を解くことになって、1箇所1点なわけですよ。となってくると、非常にコスパは良くない。だから、まあ、計算対策よりも理論対策ということになっちゃうんですけども、ただですね、ここで言いたいのは、一つ一つコスパ悪いなんて言いましたけど、1点って結構それでも取るの難しいじゃないですか。で、他の科目で1点取るのってすごく、大変なことだと思うんですけど、租税法の計算って、そこの答えだけ見てればさして難しい計算させないんですよね。なので、覚えておかなくちゃいけない論点で、まあ、いくつかありますけれども、その問題解ければ非常にシンプルな回答で、これが1点が取れるという形で言うと、1点だけどすごくコスパがいいということになりますね。はい、で、例えばですけど、まあ、中間納付のところとかですね、中間納付額がいくらって書いてあるのは、もうそれを最後の方に計算の最後の方に書けばそれだけで1点取れるっていうようなことになりますから、そういった意味では非常にコスパがいいということになります。で、じゃあ、この計算の学習どうやってやっていくのっていう話なんですけど、一応ちょっとこの時期ですので、学習がちょっと進んでる方向け、ね、理論から行く人向けっていうような、ことで、まあ、じっくり、ちゃんとこう理屈から勉強していくっていうような、意味合いのニュアンスの勉強方法、これを、まあ、進んでる、まあ、ちょっとニアリーイコールで進んでる人向けっていうような感じで、考えてますけど、それから答えから行く人向けっていう感じで、書いてます。スピード重視派なんて、だからこれはちょっと、まあ、なんですか、ちょっと勉強が遅れてる人向けっていう感じ、まあ、私なんかはね、遅れてる人向けですね。で、私なんかは割とこう理論から行くタイプの勉強しちゃうタイプなので、どんなに自分の立ち位置が遅れててもじっくりこれで勉強しちゃう、タイプなんですね。で、行けるところまでやって本番を迎えようみたいなタイプなんですけど、ここはもう人によって、です。で、今ちょっと遅れててやべえぞと、あと2ヶ月だぞって思ってる方、に関しては、租税法で言ったらやっぱり全30回の講義聞くっていうのはちょっと不可能に近いと思いますので、もちろんやれる方はやっていただければいいと思いますけど、まあ、圧縮講義ですね。圧縮講義が基本問題集っていう、テキスト、テキストというか問題集があると思うんですけど、これね、内容を見ていくとほとんどテキストみたいな感じになってるんですよ。テキストを、まあ、ピックアップして重要なところだけ出してるみたいな感じになるので、基本問題集をさらっていくというような、ことをベースでやっていけばいいか。で、じっくり派の人はやっぱりテキストベースで、進めていくんですけど、ざっくり言うと、このテキストでいくのか基本問題集でいくのか、でもっと基本問題集すらちょっと時間ねえよっていう方に関してはやっぱりロングレ答練ですね、ロングレ答練、書き順めちゃくちゃですけど、ロングレ答練でやっていくという感じで進めていただきます。
でこちらの方、じゃあテキストの後基本問題集に行くのか、これは正直、行ってもいいんですけど行かなくてもいいと思います。ロングレトーレもうね、今行ってない方はもう時間ないので、テキストの後基本問題集行かなくていいと思います。さらっと見ればもちろんテキストがっつりやってる方っていうのはもうここはもうさっくり、分かるはずなので、ここは飛ばすという感じでロングレトーレで必ずどっちにも言えること、絶対これはやってほしいのはやっぱ過去問チェックですね。過去問は見ていただきたいという感じになりますね。そんな感じですか。であとやっぱり、各税法の体系図ですね。体系図はちょっと頭に入れておいていただきたくて、具体的には、要は答えとしての、税金がいくらなのっていうところにどうやってたどり着くのかっていう、体系図ですね。全体図、法人税法で言ったら、テキストの 1-2-4、上巻ですかねの、ところからいろいろ書いてますけども、まとめとしては 1-2-15 に別表4があります。この別表4をがしっかり頭に入っているかどうかっていうところから、確認をしていただきたい。それから所得税法は目次のすぐ後ですね、所得の目次のすぐ後に、4ページぐらいで、所得税のステップ1から5までっていうところが書いてありますから、それはもう必ず頭に入れて臨むと。でこれから、消費税法は 1-2-4 のところにやはり消費税法のもう全体図が書いてありますので、今現在ですね、ここを確認してから再スタートするようにしてください。だから僕は自分は、私はここが分かってるかなと、こういう全体図が見えてるかなっていうところを確認していただいて、もちろんね勉強が進んでない方はちょっとあれですけども、進んでない方も含めて、なんでしょう、見ても分からないところもあるかもしれないですけど、それでもやっぱりこれ全体図を一回頭に叩き込んで、そこから残りの2ヶ月をスタートさせるといいかなと思います。あと時間なくてすみません、よくある質問で、所得税切っていいですかとか消費税切っていいですかっていう質問が、たまにあります。で、計算の対策とか、の傾向を見るとやっぱりどっちかを切るっていうのはちょっと危険なんですよね。なんで、消費税に関しては一つの流れということもあるので、やっぱりどっちもこうなぞるぐらいはやっぱりやっていただきたい。ただどうしてもどっちか切るか、どうしてもどっちか切らなきゃならんっていうするんだったら、私は個人的には消費税法かなっていう気がします。で理由は理論が1問しか出ないからですねっていう感じになります。ただやっぱ基本切らないでほしいっていう感じです。はい。であとはね、直前の予測みたいなところに関してはまた、予想の時にお話しさせていただきますけれども、税法は一つ一つ勉強進めば進むほど1点ずつもぎ取っていける科目なので、そういった意味では直前のね一伸びがしやすい科目だと思います。ギリギリまで、1点をもぎ取る覚悟で、学習を進めていただければと思います。それでは、時間になりましたのでここで終了したいと思います。皆さん本試験頑張ってください。ぜひ祝賀会とかでお会いできることを、祈っております。失礼します。はい。それではですね、最後、財務会計論ですね、始めさせていただきます。論文式本試験に向けた学習切り替え法ということで、担当はレクセン講師影山です。よろしくお願いします。はい。今日この動画で、ね、ご覧になられている方は、先日の、ね、8月の担当を、突破して、次ですね、3ヶ月、ない中で2ヶ月後ですね、論文式試験、をですね、迎え撃つという方だと思いますけれども、財務会計論につきましては、何をやったらいいのかというところについてですね、簡潔にお話をさせていただきます。で一応ですね、レジュメ1点ありますが、あまり、ね、ここは当連の出題表をですね、載せているようなものになりますので、ちょっと分厚いんですけど、使っていく部分はほとんどありません。1ページ目開けてください。はい。今日見ていくのは1ページ目だけですね。はい。論文式試験のですね、財務会計論はですね、会計学5という位置づけで、従来であればね、こう3日間の中の中日なんですけども、今回2日間というイレギュラーな、ものになりますので、後半で2日目に実施されるわけですけれども、配点がですね、他の科目に比べて2倍あるんで、分量としてはですね、一番こう多い科目になってきます。はい。で本試験の、ね、形式なんかがどういうものかっていうのは、講義ですね、グレードアップ講義
まあ、リギュラー講義も圧縮講義も1回目の講義の中で、本試験の過去問を使って、分析をしているので、その中身ですね、本試験の過去問の中身どういう傾向かっていうところに関してはインプットの講座を見てください、ね、はい。ただ最近の本試験の傾向として特に理論に関しては、はい、まあ、その、ね、インプット講義の1回目でもお伝えしているんですけども、長いですね、記述は要求されていません、ね、5行程度の記述が多いですね。なので企業法みたくその答案構成をして、記述に挑むっていう必要はほとんどないです、ね、これですね、論述力、記述集力よりは、問われていることを簡潔に答えることができるかどうか、これが勝負になります、ね、要領よく問われている内容に素直にピンポイントで答えることができれば、記述の量は多くなくても全然合格点は来ます、ね、なので、ね、無理して長々と書く必要というのはありません。ただ、まあ、その分ね、暗記はある程度こう必要になってきます。何を書くべきかっていうですね、腰の部分の暗記は必要になってきますので、まあ、この後ね、まあ、特に何をやるべきかっていうところはお伝えしていきますけれども、まあ、ある程度こう暗記は避けて通れないと思ってください。はい。で、これからね、まあ、2ヶ月の中で、まあ、何をするかと言いますと、まあ、ちょっと理論と計算に分けてですね、お伝えさせていただきますけれども、まあ、まずね、とにかく講義、ね、講義を聞かないと、話にならないというところが正直ありますので、はい、ちょっと番組入れていきますが、理論はですね、講義を聞くようにしてください。理論はまず1に講義です。講義を聞くと、でもうね、現段階で論文の講義、ね、聞かれていないという方は圧縮講義がありますので、圧縮講義は財務課計の4コマです。4コマで、論文式本試験に、必要な、まあ、最低限の、ね、内容をお話しさせていただいていますので、もうその4コマのまずインプット講義を聞くと。で、まあ、今年の、ね、試験はイレギュラーということで5月の、ね、試験が延期されて間延びしたんで、その間に、ね、講義聞いたという方も結構いると思うんですけれども、ね、まあ、もし聞いてない方がいたらとにかくすぐさま講義を聞いていくと。で、講義を聞くと論文の講義って、まあ、内容の説明もするんですけれども、どこを覚えたらいいのかということをマーカーしています。そのアナウンスに従ってマーカー部分を覚えていくと、はい、ですか。講義を聞いて、まあ、ポイントリストっていうですね、理論問題集を使うんですけれども、このポイントリストを覚えるという作業をしていきます。ポイントリスト、で、これ圧縮講義の中にそのポイントリスト、ね、理論問題集の優先度をですね、記したランク表を配布していますので、もうその圧縮講義の中のランク表に従ってください。まあ、ABC ランクなんかですね、つけていますので、どこまでできるかですね。自分の余力、他の科目との兼ね合い、得意不得意ありますから、ね。人によってそこは範囲が違うと思います。ただ、自分が狙った範囲、いや、要は自分はね、他の科目がいっぱいいっぱいで、租税法もね、初めてやるしっていう方であれば、まあ多分 A ランクだけとかになると思うんですけども、もう決めたら A ランクは確実に守ると。ね、もう B、C はね、もう無視してもいいんで、A ランクは確実に守るというようなスタンスで、まあもうちょっと、ね、余裕がある方、もう租税法なんかは、実は担当前からね、今回間延びしたからやっていて、まあ管理会計なんかめちゃくちゃ得意だとかね、多少余裕がありますよっていう方は、まあ B まで行くとか、その範囲はね、ご自身の、まあ得て増えて、余力ですね、そういうところで判断をしてください。ね、はい。そして次に何するのかっていうと、まあ講義来たらやっぱり答練なんですね。答練、グレとグレードアップ答練、グレードアップ答練で、グレードアップ答練の出題実績ランク表を実は今日のレジュメにつけているんですね。今10回実施されていますので10回分全部つけています、出題実績表で。まあ一応答練の、ね、解説のレジュメにも同じものが入っているんですけども、この中でちょっと2ページ目、まあ、1回目のですね、出題実績表をちょっと見ていきましょうかね。1回目の出題実績表、ね、グレードアップ答練の出題実績、1回目とありますね。ページでいうと2ページ、ね、これですね、どういう見方かっていうと、まあ、どういう論点が出題されているのかっていうのが、まずですね、この大きな論点っていう列。で、右から3列目にポイントリストってあります。これはですね、講義で使っている理論問題集のどこを参照すれば解けるのかっていうですね、まあ、テキストの参照ページが書いてあるようなものです。そして特に見てもらいたいのは右2列です。重要度と難易度、重要度と難易度で、この答練っていうのは、ね、まあ、最近のトレンドだとかですね、試験の先生のですね、研究分野なんかを、ね、見て、まあ、出題がされそうなところをね、一応重点的に出題しています。ですので、この答練で理論の勉強をするってのは非常に効率がいいんですね。で、その中でも A プラス優しいっていうところ、ここは確実に仕留められるようにしてください。 A プラス優しい、
もうこれは最低限 A プラス優しい、はい、で、まあ、可能であれば A プラス中、まあ、A はやっぱ、ね、やってもらいたいところあるんですけども、最優先としては A プラス優しい、ね、もうこれが、ね、本当に最低限なので、グレトーのランク表に従って A プラス優しいというところ、ね、これを確実に仕留められるように、同じ問題が出たら、まあ、似たような問題が出たら確実に仕留められるように、ね、練習をすると、ね、ですか。もうやるべきことは、ね、結構限られていますので、で、まあ、可能であれば、ね、ちょっと中まで行きたいというところですね。でも本当に時間がなければもう優しいで止めていっても、もうやむを得ずというところにはなります、ね、なのでもうこの2つです、理論は、ね、まあ、この2つ、2つといっても暗記が、ね、していかなければいけないんで、かなり大変ではありますよ。圧縮講義を聞いて、圧縮講義の、レジュメに従って理論問題集の覚えるべき箇所を覚える、まあ、これだけでも結構大変です。で、まあ、それを覚えたらですね、次はグレードアップ討論、ね、A プラス優しいのところ、ね、これをもうね、重点的に、さらに、まあ、書いてね、覚えていくと、まあ、1回はね、初見で解いていただきたいですけれども、その後はもうね、押さえていくというですね、まあ、この2つでおそらく、まあ、本試験を迎えるようなですね、それぐらいの分量にはなります。はい、もう理論はこれだけででもいいです。で、最近はですね、本試験はある程度この精度の高さというものが問われます。記述の精度の高さ、ね、以前は結構自分の言葉で書いていても高い点数が来たんですね、まとえていれば。でも最近はですね、自分の言葉で書いて、まあ、別にね、間違いになるってことはないんですけども、自分の言葉で書くよりも基準の表現を使いがっちりとですね、固めて書いた方が点数が高いんですね。ここ2年間ぐらいの受験生の論文終わった後の成績表なんかと、まあ、そのね、答案開示してもらって、その何を書いたかっていうのを見せてもらって比較をするとですね、明らかに基準の表現使ってきっちりと覚えて書いたっていう答案の方が点数は高いです。同じような内容でもね。はい。なので、まあ、ちょっとですね、こう今から、ね、論文を迎え撃つ受験生にとっては、まあ、少しですね、この傾向っていうのは嫌なんですよね。以前であれば自分の言葉でよかったんで、エッセンスだけ押さえて、あと自分の言葉でつなげていけば、ね、点数が取れるっていう状況にはなったんですが、まあ、最近はですね、まあ、覚えていった方がいいので、ただこれはもう可能な限りですよ、ね、最低限そのエッセンスってものを拾っていき、自分の言葉でつなげられなければ点数は絶対来ないわけですけども、ね、まずそれをね、やっていきたい、やっていくべきですけれども、ね、ただ点数のやっぱ相対評価の高さからすれば、基準の表現を使ってきっちりと覚えていった方が、まあ、ここ最近の傾向からすると点数が高く出ているので、もうエッセンス吸収して骨格を抑えたら、全体像を抑えたら、あとは時間が許す限り詰める、暗記をする、ここに徹してください、ね、でいきなりやっぱ暗記しようとすると辛いですから、ね、とりあえず講義見ながらなんとかね、腰の部分、ね、中学のコアな部分というものを理解していく、ね、骨格をまあ理解する、最低限ね、少し書けるようにとかね、何書かれても書けるようにっていうところから、あとね、残り時間、時間が許す限り、もうね、精度高い、詰め込みっていうものをなるべくね、していくというところで、まあ、精度の高さがですね、ちょっと、この8月担当合格生には辛いところではあるんですけれども、なんとかね、ちょっと頑張って、できるだけ抑えていただきたいと。はい。これが理論になります。そして、次、計算ですね。計算。計算については、まあ、個別と連結でちょっと分けて考えていきましょうかね。計算については、まあ、まず個別ね。個別はもう担当の時の力をキープすればいい、ね。つまり1ヶ月前の担当式本試験の時の計算力をキープすればいいです。担当式試験にまあ合格されている方はそれなりに計算力ね、個別論ってあるはずです。まあ、財務会計論が実はめちゃくちゃね、苦手で、ギリギリ足切り逃れて他の科目で助けられたっていう方はまたちょっと別かもしれませんけれども、ね、基本的にはもう担当の力をね、キープすればいいと。ね、はい。なので個別はね、まあ、取り立ててやることないんですね。最後にテキストの総確認、テキスト説例の確認、まあ、網羅的に一回やってもらえればいいです。はい、ね、まあ、あとね、その最後にお伝えしますけれども、まあ、グレードアップ討論をね、やっぱり一回はやっていただきたいんで、そのグレードアップ討論の中に個別論点出てるんで、まあ、そこで出てきたものをね、拾っていけばもうそれで OK というところです。はい、まあ、個別はね、もうとにかく今の自分の力を信じるしかないと、個別に時間を注いでいる時間はないというような、そんなね、イメージです。で、それに対して連結ですね。やっぱりですね、論文と担当で大きく違うところは、連結になります。連結。ここまで、担当模式試験の学習の際に、どこまで連結を深くやっていたか、練習していたかにもよります。担当の時に、
担当の総合問題をなんとかね、例えば2問とか3問拾える程度で勉強が止まっている方、ね、まあそれはね担当突破のためにしょうがないですけども、そういう学習をされてきた方はある程度ですね本腰を入れて連結の問題に対峙する必要があります。逆に担当の時から、ね、連結好きで、ね、もう担当の、当連のね総合問題のみならず、例えばね、別途担当問題集だとか、あと、まあ、例えば入門当連の時に、ね、配布されているような総合問題とかね、もう自主的にやっていますよとか、まあ、場合によってフルマスター講座なんか取ってやっていますよとかね、まあ、連結会計がそんなにですね、苦手じゃないよっていう方は、まあ、そこまでねその本腰をここで入れてやらなくても、まあ、いいのかなというところで、ちょっとねここまでのですね連結会計の学習深度により、何をすべきかがちょっと変わってくると思ってください。で主に連結のですね教材として、プレ当連とあとはですね、グレードアップ当連があります。グレード当連ですか。で連結がそもそも得意じゃなくて総合問題も担当の当連とか本試験で、まあ、見たようなねああいう形式の選択肢形式の問題しか解いたことがありませんよっていう方はこれはねプレ当連をやってください。ここですね。なんでもともと苦手な方ね、苦手な方はプレ当連で、プレ当連のこれね6回目から20回目が連結編なので、まあ、企業結合とか連結とか、まあ、一部キャッシュフローなんかも入っていますが、まあ、基本連結編なので、まあ、ここをねもう繰り返しやると、まあ、ちょっとね分量多いんですけども、あまり得意じゃない方はもうこのプレ当連を回す、もうそれしか多分できないぐらいだと思ってください。で逆にある程度ね連結会計得意ですと。で、実はプレ当連もやってましたと。ね、まあ今回間延び期間があったんで、結構ね、いろんなこう状況の人がいると思うんですよ。ね、通常だったらね、担当を受かる前にプレ当連ってまあほとんどやらないんですけれども、ね、もうやっちゃってるよとかね、いう方は、まあプレ当連は、まあ無視して構わないんで、グレードアップの方の連結の問題を解くようにしてください。得意な方はね。はい。苦手な方はプレ当連。まあ、得意な方、連結得意な方はグレードアップ当連を、解いていくと。はい。まあ、時間がね、限られていますので、多分両方やるっていうのはきついと思うんですね。だからもうどっちかに絞っていいと思います。その計算部分に関してはね。はい。なので、まあ、理論部分はね、グレートは、まあ、基本一通りは見てほしいところです。まあ、優先順位つけながら。で、計算の方は、まあね、本当に連結苦手だったら、もうプレ当連で連結のね、計算の演習をして、まあグレードアップはもう、ね、計算部分無視する。でも構いません。ね、はい。これがまあ、一応ね、理論と計算の学習法なんですけれども、ただね、一つ。本試験は、3時間の中で、第3問、第4問、第5問っていうですね、3つの大問を解いていき、得点を最大化、まあ偏差値を最大化させていかなければいけませんので、ね、いきなりね、3時間の時間を計って解いたことがなくね、そういう経験がなく本試験に向かっていくっていうのは、これはやっぱなかなか厳しいんですね。時間配分とか時間感覚がありますから。なので全てのね、当連、まあ当連10回と模試1回と11回あります。あの、グレードアップに関してはね、グレードアップに関しては。で、全ての当連を時間を計って解くっていうのは、おそらくですね、今の皆さんの状況だとなかなかできないと思うんですね。まあ以前から論文の対策を立てられている方っていうのはまた別かもしれませんけれども、ね。本当にね、ここで初めて8月担当受かって、8月末から論文の勉強始めましたよとか、ね、今日初めて合格発表を見て、初めて合格発表じゃないんですけども、今日合格発表を見て、先日合格発表を見て、受かってないと思ったんだけど受かってたとかね。いきなり論文の勉強やらなきゃっていう方は、多分グレードアップ当連3時間かける11回を、やっていくっていうのは難しいと思うんですね。なので使い方としては、書いた通り、もう、当連を問題集のように使っていっていいんですが、ね、理論はグレードアップ当連見て、まあ計算はプレ当連とかね、グレードアップの計算無視するとか、まあ状況によって、ね、違うと思うんですけれども、ただ、全11回それやると、時間を計って解くというタイミングがなくなってしまいますので、まあ少なくともね、3回ぐらいは、時間を計って、本試験形式で解けるように、まあ3回の当連で、ね、どっかの、まあ回数はどこでもいいんですけども、それは取っておいて、ね、まあ初見でちょっとトライしてみましょうと。まあ3回程度はね、時間計って解いてくださいと。ね、で、一応グレードアップ当連ですね、
1回目から4回目までは本試験の形式にはあまり合わせてないんですね。なのでその3回ぐらいね、本試験形式で、時間計って解くっていう、そのですね、答練はですね、まあ5回目もあまり良くないんで、6回目から、10回目、そして模試までの中で自分でピックアップして、もうどこでもいいですよ。ね、偶数回とか奇数回とか、ね。自分でピックアップして、時間を計って本試験形式で解いてみてください。6回目から10回目プラス模試についてはですね、本試験形式で、しっかりとですね、作っていますので、ね、まあ、ぜひその時間感覚っていうものも本試験突破のようなですね、重要なファクターになってきますので、そこに関してはね、まあ、少なくとも3回、本当はね、みんな10回とかやって時間配分とかですね、まあ、探っていくんですけど、もうそこをね、3回で、ですか ?3 回で、ね。なんで注意するべき点としては、やっぱり時間配分。どこから解くべきか。ね。これもね、インプット講義の初回で伝えてるんで、第3問にはこういう傾向とかね、第4問こういう傾向とか、第5問こういう傾向って全部ですね、アナウンスしてるんで、それを踏まえて、自分はどこから攻めるかなと。第3問から行くとかね、第4問から行くとか、いろんなスタンスがあると思うんですよ。ね。それを、まあ3回の中でなんとかね、編み出していくと。まあ3回から4回。ね。なんでまあ3回ぐらいね、解いて、時間かかって。で、もう1回ね、まあ、本番の本当のシミュレーションみたいな、模試のようなものをですね、集大成で受けるっていうのがいいと思うんで、まあ、本当は4回ぐらいあるとですね、いいと思うんですけれども、なんとか3回の中で、順番決めていくと。ね、まあ、これも答練解説とか、あとはその初回講義で言っていますけれども、ね、まあ、ね、一般的には、第3問、第4問解いていって、第5問を後回しにして、一番最後っていうのが一般的ですけれども、ね、まあ、そこをね、自分のスタイルで、どの順番で解いていくのかっていうところと、各問ごとに特徴があるんで、第3問、第4問、第5問、ね、各問いごとに特徴があるんで、どの問いに何分費やすのかっていう目安も決める必要があります。ね、闇雲に頭からね、時間考えずに解いていったら、絶対最後は時間足りなくなります。まあ、単独そこは同じで、結局解ける問題が解けなくなっちゃったら落ちますから。絶対落ちますからね。解ける問題は解いて、解けない問題を間違える。ね、その取捨選択がうまくいけば、合格の可能性も十分に出てきますので、ね。それで勉強を十分に積んできた人は、多分ね、全部の問題に目を通して頑張ろうとしますから。ね、そこに落とし穴があるわけですよ。ね、全部の問題に目を通してやろうとすると、やっぱ時間がどうしても足りなくなります。この短期間で財務会計の合格点を取ろうとするならば、そういう人たちに真正面から付き合っても、多分戦えないんですね。解けない問題は無視して、解ける問題に全力を注ぐ。そこで点数を稼ぐっていうスタンスです。で、1年間とか2年間とか、論文の勉強をかけてね、時間かけて3年間とかね、勉強されてきた方は、絶対全問題目を通しますから、難しい問題もやろうとしますから。ね、でも、今受かった人たちは、難しい問題なんか完全に無視できますから。無視して、でどうせね、そこって点差がつかないんですよ、別に。ね、点差がつかないんで、そこも無視して、ね、解ける問題に全力投球。難しい問題まで手を出した人は、そこで時間が、ね、かかって、ね、まあ、ドツボにはまって、ね、他の解ける問題が解けなくなるということが大いにしてありますので、まあ、その隙を狙っていくという感じですね。はい。ね、なんとかね、まあ、2ヶ月という短い期間で、まあ、最低ラインのね、学習の指針というものを今お伝えしましたので、まあ、あとはね、とにかくどこまで回転させることができるかです。理論だったらとにかくポイントリストという理論問題集、これをね、もうボロボロになるまで回転させてください。ね、ボロボロになるまで、ね。2ヶ月でボロボロになれば、ね、これ大したものですよ。だいぶね、力がついていると思います。2ヶ月でボロボロになれば。ね、はい。やっぱりね、理論の配点が大きいので、まあ、計算も大事ですけれども、ね、まあ、まずね、理論を覚えるっていうこと、ね、これをね、第一に、考えて学習を進めていくようにしてください。はい。まあ他のね、科目との兼ね合いもある中で、まあ財務会計論は配点が200点なので、まあ時間はある程度費やさなければいけない科目だと思ってください。ね、まあ、あとは租税法ですね。やっぱり租税法。ね、まあ特に担当をね、受かって初めて論文で出てくる科目、租税法も時間を費やさなければいけない科目になりますので、まあ基本財務と租税法っていうのはね、時間をかけて勉強していく科目だと思ってください。ね、論文に関しては。ね、はい。まあ、他の項目がいいっていうわけじゃないですけれどもね。やっぱりある程度時間をかけていく必要もあると思ってください。はい。で、またね、後日かな、直前予想会みたいなものがありますので、まあ、どういった
ね、論点が厚いのかというのはね、そこでまたお話をさせていただきます。はい、ということでですね、論文の学習切り替え法財務会計論はですね以上となります。なんとかね2ヶ月もうね休む暇はないんで全力投球で、もう生きている時間のすべてをですね勉強に注ぐようなそういう覚悟でやってもらえればですね最後結果は見えてくると思いますので、なんとかね頑張ってください。応援しています。はい、それではですね財務会計論以上となります。お疲れ様でした。